はい、どうも、ワドッツです。2018年3月の16日、3時15分です。はい、どうもどうも。ワドツー。どうも。アメリカ人に混ぜてーって言ったけど、なんかこれでいいのかな。これで入れんのかな。もしもーし。聞こえる？これサメさん入ってないですか？鮫島さんいないみたいだよ。なんか2人のグループになってるけど。ああ、じゃあちょっと待ってくださいね。うん、合ってる。入った。あ、ああ、すおみません。疲れ様です、鮫さん。お前言ったろ俺にそういう相談言っよ。てねえって、マジで。はてめえ言ったよ俺にさ、配信外で。言ってねえって、マジで。な、じゃあ何俺が便所太郎を陥れる嘘ついたっていう。じゃあ俺が嘘ついたっていいう理や、由おがわめえがかんの俺にに。嘘ついたんだろ、そういうなんか DM いがやいなんやいかや、理聞いた由がさ。ねえじゃん、普通に考俺はえ前からて。聞いてるよ。スケ完ボロ全。チーム潰しますって。できねえようにしてやりますって。はぁ？お前それ言ったろ、オカリナも聞いてんだよ、それ。ちゃんと。スピーカーで話してるわから、俺。か絶ん対。ねえから、ほんとに。わけわかんねえからじゃねえ。おめえから聞いたこと俺はそのまま言っなてんる。でシャシがシャシャって出しゃばってくんだよ、そおも前そやもめろよ。や、マジで。冗談じゃねえんだ、今。いや、冗談もクソもねえいじゃん。や、じゃあなんででこもいね、つが出正てきた直言うとね、俺最近のアメジおかしいなっていうのあったよ。の。何がおかしいの？何がおかしいの？言いづらいんだけど、なんか、池上とか、ドレさんに対する態度とか、その、まあ、マッハ祭りのことに関してとかさ、いろいいろ、や、でも普通に考えて、じゃあ、世話になってる人に対して、ああいうふうな、まあ僕、いけないじゃいや、いいないよ、ですか、池普通上に。のだから話は別に、どうでもいいよ、普そん通なにの。考えて、それで僕別もに。便所さんに怒られてるじゃないですか。それと同じことですよ、普通に考えて。何、便所さん、どうでもいいんだよ、お前。何、媚び売ってんだよ、お前。いや、媚びも売ってないじゃないですか、お前、普通に。俺に言ったことと例えば、違うじゃん。比喩表現したら、例え話しただけじゃないですか。お前、俺にステゴロ2できねえようにしてやるっつったじゃん。わ言っけたよわな、それか認らん。めろよ。じゃあ、分かった。マじジゃあ、で。ね、その、じゃあ、分かった。DM が来たっていうのは、俺の不可思議でも何でもいい。じゃあ、もうそれ構わねえ、俺、別に。どうでも。ただ、お前、言ったよな、ステゴロ2潰すって。全俺然に。わけわかんねえ。言ったよ全然な。わけわかんねえ。言ったよな、お前。だからもう嘘つくなって言うんだったら嘘つかないよ。もうだから知ってねえし言っだ、ておねえ前しは何嘘もつ知きならんねえっだ。て。お前はね、DM も来たっていだうよ。から俺こも言ったれし。で嘘つ潰きにすとなもるん言っだったた、らお別に前は。嘘でもいいけど、お前らの配信会が狂ってんだよ、マジで。おめえが狂ってんだよ。なんで俺に嘘つくの、何今。がだよ。俺狂ってねえから人ん家俺のが今鍵嘘とつかく理由作ったありるしめねえだろ。人ん便家所の太鍵郎とは不正仲する良やくつのて、が狂ってんだね便と所太考郎えがてもステゴロよ。頑張ってんのに、俺はそんな嘘つく理由ある？ないよね、どこにも。あ、ないのにから嘘ついたの、お前だろ、普通に考えてよ。嘘ついてねえんだ。てめえが言ったことを言ったまんまだろ、なそのんまでま。だよ。なんでだよってなんだよ。おめえが言ったことをそのまま言ったんだろ。お前からもね、も、ね、もらった相談を。あ、こういう相談受けてんだよ。だから、それってありえないよねっていう話をしたんじゃん。そしたらお前がそんなね、全然鮫意味島さんのわか台本んに乗っねえんかだりよ。ましたとか言われたら、たまったもんじゃないぞ、俺。もうちょうちゃちょうだい。わかる意味。ねえ、もし俺の台本に乗っかったままだったら、そのままこいつは貫き通すの。台本を、あ、今台本演じますよって言って、誰が得する？こいつは悪者にならないの。要するに。例えば、便所太郎に恨まれる子、俺が悪者になるだけなの。ね。あ、鮫島なんでそんな嘘つくのって。で、アメリカ人も、いや、僕は巻き込まれた被害者ですっていう面ができるの。
わかる意味わかんない。もし台本だったら乗っかってもよかったじゃん、今。なんでこいつは台本だって、なんかわかるの。俺が、リリーおばさんは、池上が自分でブロックしてるから。どうでもいいんだよ、今、こんな話よ。別に何でもいいけど、マジで、本当に。もう、なんもう嘘つきでも何でもいい。意味わかる、俺の言ってねえもん。俺が言ってる意味がわかんねえから言ってんだろ、うん、言ってる意味がわかんねえから何言ってんだよってんだよ。うるせえんだよお前。おめえが言ったこと俺はそのまま言っただけだよ、うん、まあいろいろ勘違いしてる場所もあるかもしれないけど、お前はそういう連絡が来たっつって俺に相談をした。その前に勘違いしてる場所があるかもしれねえっていう時点で勘違いしてるからわけわかんねえような嘘ついてんじゃねえかよ。なんか配信させてくださいみたいな来たよなって、お前に確認したよな俺言い方。もしかしたら違う場所もあるかもしれないって。いやマジで意味わかんない。いやでもね、はいはい、ちょっと話変わっちゃってもいいですか、鮫島さん。いいよ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 。アメジンね、アメジンね、俺個人的にアメジン嫌いじゃないんだよ。アメジン聞こえる？はい。うん、で面白い配信、俺はね正直アメリカ人が個人のネタやってた頃が好きだったの。でもなんか最近さ、はい、ちょっとな、まあお前仕事できるからさ、ほらマッハさんとかにいろんなもん託されたりプレッシャーとかあると思うんだけど、なんかその原田さん、思い出した、原田さんとねアメジンとのやり取りにこう違和感を感じたりとか、俺ドレさんとも相談受けてたからさ、ちょばどごめん思い出した、はい、いい、お前が言ったタイミング思い出した、はい、お前を池袋で拾ってお前ん家に行く最中に言った、お前あの誕生日プレゼント渡しますって言った時だから、1月のね、多分車にレシートあるから1月の10日とかだったと思う、9日とか。いやだ、池袋は実際会ってライター渡して俺ん家来てから壁に落書きされたけども、だからその時にお前は車の中で言った。いや何を言ったのマジで。だから言った、だからなんか便所から連絡来たと、なんか連絡だか電話だかメールだか分かんない、忘れたけど、うん、ミラーしていいみたいなこと言われましたみたいな。どうでもいいけどさ、ね、どうでもよくね、俺ねマッハさんの顔って潰すことにもなると思うんだよ、最近のそのマッハ祭り関連の放送って。いや例えば、まあ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 、そうだね、例えばさ、そのマッハ祭り、桜井マッハ隼人さんってさ、そのいやプロですよ、プロで名のある人で、うん、マッハ祭りってさ、すごい人だよ、本来その配信が関わるような世界じゃなくて本当に伝統がある。そうだね、由緒正しいもんだよ。そうで、でも俺が配信しようって言ったんじゃないんですよ普通に。わかるよ、どうでもいいんだよそんなの。わかるわかる、だけどその力になれるっていう風に思ったわけじゃん。だけどさ、そのなんていうのかな、そう、例えばさ、配信は止めてる方ですからね、うん、止めてる方だから、配信は僕はどうかと思いますよっていう風な意見を出してる方ですからね。じゃあなんでマッハ祭りの公式って言ってあなたはやってるのよ。なんかねタイトルつけてるよね、名前に。だってそれはもう運営、あの道場の意向ですから、それでやってくれっていうから、もう配信するっていうから僕に決定権、僕そのっていうかさ、そのまあ例えば俺言ってもいい、いい機会だからさ、あのちょっと話それるかもしれないけどさ、池上ってさ金払ってる顧客なんじゃないの、マッハ祭り。そうだと思いますよ。じゃあなんで運営サイドがそんなさ雑な扱いをしてんのかよくわかんないんだけど、なんでさお客さん、どこら辺が雑な扱いなんですか。なんかよく池上を小バカにしたりさ、なんか感動ポルノみたいなことやってるじゃん、なんかあいつはすげえとかさ、なんかあいつはセゴロワンの選手全員倒せるとか。俺練習内容見たけど別に大したことないと思ったの、うん、で池上がその、いや俺はバカにしてないよ、いや普通に頑張ってるねって言って、いうところをさ、普通にみんな頑張って今度持ち上げたと思ったら落としてるわけじゃん、なんか池上が気に食わねえって。だからそのそういうの見ててちょっと違うんじゃないかなっていうのは思ってたのよ。なんか池上はっきり言って配信者として、わどわど話がそれだから、ちょっと一言だけいいですか、一言だけ、あのはっきり言って俺は、あのはっきり言って、あの池上の方が俺は配信者として実力は上だと思ってんのよ。いや別に実力が上だろうが何だろうがいいですけど、別に池上も池上だから経緯知らないじゃないですか普通に。いやいや聞いてよ聞いてよ、経緯はその花火師の取り合いとか。いや聞いたって言っても、じゃあ花火師じゃないんだよ、いろいろあったんだよ。花火師じゃないですよ、いろいろジムであったんだよ、いろいろジムで。だから原田さん、池上も違う、多分ね同じことを多分ねさしたりとかされたりとかしたら原田さんが言わないだけで、あね普通に池上はあの、ね、1時間7000円取るんだよマッハ道場って、まあ大体それぐらい。うん、であいつはもう何時間もオーバーしてもうタダで教えてもらった、うん、でもあいつはなんかマッハさんに向かって、うん、あなたと
はい、なんかやっても何の意味もないです。違う違う、原田さん、原田さんです。原田さんに、だ原田さんに言ったんだよ、うん、原田さんにだっけ、うんうん、何の価値もないですって、うん、で俺はマハ祭りはだい、うん、ネタでやってるだけですと、うん、だマハ祭り終わったら俺は道場にも通うつもりもないし、うんうん、すごいそういう失礼な言い方してんの、いろいろあるんだよそこ裏が、はいはい、それも知ってます、うん、でだから知ってんだ、だから俺はあの池上も池上だと思うからそこはどうでもいいの俺は、だから僕ら普通に池上が最初僕もどうなってたんか分かんないですけど、原田さんに格闘技がしたいっていうことで入ってきて、うん、で練習頑張ってるのを見て、うん、で僕辰彦がうわーって雨さん、うん、池上君頑張ってますねってなって僕らも感化されたわけですよ、うん、でマッハさんとかも、うん、あじゃあまあ頑張れよみたいな感じで結構気にかけてたんですよ、うん、でバーって普通にやってて、それでしょぼーんとして原田さんがこの前練習した後に池上シャワー浴びてる後に僕にボソッと言ったんですけど、うんうん、あのまあ、浜祭り僕出られるんですか出られないんですかみたいなことを聞いたらしいんです、はい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 、出られないならやめたいし、まあ、出れてもやめるんですけどねみたいなこと言って俺は池ちゃんがそんなこと言って悲しかったわって原田さん言ったんですよ、うん、なるほど、でその後の放送とかに、うん、あの原田さんはに売名させてやってるからどうのこうのとか裏で、うん、今日それで僕が怒った後に、うん、はい、あのまあその本当は本来原田さん以外配信もあのつけるのってお金かかるんですよ、うん、でそれとかもあのでもそれはさ、まあ、マッハ祭りサイドも利用してることなんじゃないの、お金払ってんのとか、いやちょっと待って、それさマッハ祭りサイドにもメリットがあるから受け入れたんじゃないの、じゃあワドちょまで、池上は今どうでもいいんだよ、はい、今便所太郎に対して俺はねすごい俺の不可視だと、うんはいはいはい、こいつは言ったの、うん、あの要するにあのマハ祭りをミラーしていいみたいな連絡がアメリカ人に来たと、うん、俺は相談受けたの配信外に1月にマハ祭りを、そんなことすんだみたいな話をしたのよ、誰が誰に連絡が来たんですか、だから便所太郎からアメリカ人に DM か何かは分かんないけど、うん、はいはいはい、そういうねあのマハ祭り俺ミラーしてもいいみたいな、はい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 、そういう連絡が来たんですってからそうなんだ非常識だねみたいな話をしたのを覚えてんの、はいはいはい、で俺はそれを言ったのよ、うん、ね、リナネコがステゴロン2に出るって決まってる以上、はい、ね、マハ祭りに出るのはおかしいみたいなことをワドじゃない、ベンジョ太郎が言ってるから、はいはいはい、俺はね、いやベンジョ太郎もお前もそういう垣根を越えてやってんじゃんってことを言ったら、うん、こいつは、うん、いや鮫島さんの台本に乗っかるターンがあるって言ったって言ったのよ、あ、ごめんなさい、咳で今聞こえなかったっす、なんすか、お前調子乗んなよ、いやいや、今咳誰かして聞こえなかったんですけど、だからとりあえず、はい、だからとりあえず俺が嘘ついたって言いたいのこいつは、あー、はいはいはい、うん、まあ、でも俺はこいつからもうね、何月なのだって、鮫島さんがそこで嘘ついてもメリットないじゃないですか、そう、何のメリットもない、俺がだからここで嘘ついても何のメリットもないじゃないですか、お前は嘘ついたって、お前は言ってないっていう嘘つくメリットはありまくるだろ、いや、何ですか、だからわけわかんないもん、お前は善人ぶりたいんだよ、俺を悪者にしたかったんだよ要は、俺そんなこと言ってませんよ、便所さん、俺そんなこと言ってませんよって、ここで俺が善人ぶってどうなるの、マジで。ねえ、俺がここで善人ぶってどうなんの、ほんと汚ねえな。いやいや、全然わけわかんねえし、うつ。いや、わけわかんねえしって、お前、なんで俺に言ったことを嘘つくの、は、なんだろう、お前。すげえ汚ねえな。いやもうわけわかんねえ、このやり方の方が汚いっしょ、普通に考えて、何がお前がね、なんかステゴロ2ね、電話なんか祝電して潰しますとか言ってたじゃん俺に、いやなんで祝電して、何じゃ、仮にじゃあ俺がじゃあ祝電しましょう、ほらね、ほらね、ずるくない、すごい、俺オカリナと一緒になってスピーカーでこいつの話聞いたの去年かな、ちょっともう事件忘れたけどね、それで俺はじゃあ分かった、じゃあなんかマジでわけわかんねえもん、言ってたんだよこいつ、間違いなくベンちゃん言ってたんだよ、うん、で俺は嘘つかないからね、だってベンちゃんとの仲をか、ね、関係をこじらせる理由はないじゃん、え、でもさ、そう、なんでこんなことすんだよ、こじらせる理由がねえ、なんでこんなことすんだよ、ちょっと待って話さ、分かった分かった、普通に考えて、ちょっとさ、あの、じゃあさ、捨て頃に対する不信感とか捨て頃に対する悪口っていうのは一切言わなかったの、アメリカ人っていうの、配信めっちゃ聞いてるよ俺、あの、うん、なかったの、アメリカ人、クモン流とかのことでしょ言ってるって、そうだ、クモン流を潰せばステゴロ2潰れますよね、まあクモン流潰せなかったら別に会場に電話してなんかキャンセルしてありますみたいな、ステゴロ潰す気なかったよじゃねえんだよ、みんな俺は配信者に相談受けてんだよ、車いや俺だからリナネコにも相談してるもん、うん、マジで
何がだよ、俺には言ってんだろお前よ。俺にもだ、俺とリナネコしか言ってねえんだろ。だから信用してるから、なんで信用してる人にこんなこと言われなくちゃいけねえんだよ。俺が嘘ついてるって言ってんのか。じゃあ俺が嘘ついてるから嘘ついてるっつってんだろ。ああ、じゃあお前をステゴロ2潰すっていう発言はなかったんだな。ないからねっつってんだろ。なかったんだな。じゃあ俺がそれも完全な不可思議ってことだな。俺の上等じゃねえかお前。だから嘘だったんだろ。俺が嘘ついてるって言いたいんだろ。はっきり言えよ、そこで。鮫島、てめえが嘘ついてんだよ。はっきり言えよ。いや、鮫島、てめえが嘘ついてんだよ。お前、これで変わるからな、関係。これで変わるから。関係変わろうが、だって俺知らねえもん、マジで。気に入らないだけじゃない。俺には上等を潰すって言ってんだ、はっきり。それで変わるんなら上等だよ。お前、ほんと汚ねえな。俺は分かってる。汚ねえもん、クソもねえじゃん。お前が汚い人間で分かってる。信用した人間に話相談してわけ分からねえこと言われて写真まで上がってて、めえよ、何 DM なんか連絡来たってことも言ったろ。でそれで俺前俺に嘘つきだって言ったから俺は全部言ったんだよ。違う、潰すって言ったんだよ。何てめえ分かんねえの口出すんだね。てめえはてめえとグループツアーしたことねえだろ、アメリカ人と。こいつはコツで言ってんだ俺には。俺を悪者にしたいんだな、お前。いや、悪者にしても何も、だって自分が悪者だって。鮫島さん、ちょっといいですか。はい。あのさ、あのアメリカ人さ、俺さ、3人でさ、車の中で会ってるじゃん、鮫島さん運転して、あの、はいはい、なんだっけ、はいはい、あのサバゲーの時とかさ、はい、あの時ちょうどアメリカ人と達彦がやるっていう話題だったけどさ、うんうんうん、あったあった。そういう時にも配信外で話してたじゃん、その、いろいろさ。その時に別に捨て頃潰すとか言ってなかったけどさ、ちょいちょいその、だってこいつ出るつもりだったじゃん、ワドも出るかもって。その時はだって出るつもりだったじゃん、おめえ。だけどさ、その、どう考えだってから、いつ何言われるかわからんよな。だってわからんし、しかもそれ以前の問題に言ってもねえこと言わねえ。だからお前は言ったんだよ、捨て頃潰すだいたい、だいたい普通に考えて、何回もお前から相談受けてんだよ。俺多分リナネコと多分サメさんぐらいにしか言ってないよ、これ、こういう今気持ちなんだっていうのは。よく言うよ、俺の前で。それはさ、ちょっと待って待って待って、アメリカ人さ、それはどんなことを話したの、その内容っていうのは。そのリナネコとサメ島さん、うん、いや、クモン流が、うん、それも言ってた、間違いない、揉め事、揉め事とか、そういうのが起こってて、うん、そう、だから DM か、なんか LINE か忘れたけど、便所太郎から、要するに俺になんか、俺連絡が来て、うん、なんか、マハ祭り、一丁髪したいみたいな、ミラーシーみたいなことを言われたんですけど、うん、って言うから、なんか非常識だよねみたいな、捨て頃2頑張れ、俺はそういう風に流したよ、その時は、うん、で、俺関係ねえ、まあ、鮫島さんもともと捨て頃反対派っていうか、うん、まあ自分で枠で言ってますもんね。ほら、和道のセコンド世話出る以上、はい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 、俺は捨て頃2を逆らってることはできないの。もちろん、もちろん、ね、関係じゃない、ね、でも鮫島さんスタイル崩してないじゃないですか。配信者の素人の殴り合いでどうなんだみたいな。いや、俺は別にステゴロ2の協力じゃなくて、はい、和道の協力。そうそうですよね。だから和道が、後輩が言うんだったら手伝ってやるよって男気で言ってくれた感じですよね。和道の頼みだったら俺はじゃあ断る理由もないし、はい、わけわかんねえからマジで。お前俺に言ったろ。だから言ってねえもん。間違いなく俺池袋から高速乗ってお前の門中に行くまでの途中で聞いてる。俺運転中に思い出したもん、間違いなく。今年だよ、1月の。でもね、アメリカ人ね、これね、なんで俺がそのなんかサメさん言ってんの本当なんじゃないかなと思うと、俺ドレさんとやり取りしてて、で今回ドレさんがキャンセルになった経緯とかもドレさんからすごい聞いてるのよ。でアメリカ人がその約束破ったのをドレさんから相談受けてて、で尊敬に対しても不信感あるのよ。だからアメ人が嘘ついてんじゃないかなっていうのはあるの。例えば原田さんに、原田さんにね、そのまあ最初原田さんと、まあ、浜松に出るってな、ね、エントリーするっていう風になって、でドレさんが受枠で出るって言ってたら、アメリカ人と原田さんがエントリーしろよって、まだ決まってねえんだから捨て頃とかを悪口言うんじゃねえよって潰したわけじゃん。でその後とかも、なんかドレさん出ないっていう風に丁重にお断りした時に、マッハ祭りの記者会見で出ないことを言ってくださいって言ったよね。そう言いましたよ。だってどうしたらいいですかっていう風な大変で、うん、もう出ないっていうことを言ってくださいって言いました。で俺ね、世界中の公式な記者会見で出ない選手が出ない理由を述べる記者会見なんか見たことないんだよ。いや、ないない、初めて聞くよ。 そう、それってさ、ドレさんの顔を潰す行為なわけじゃん。
で、しかも、あれって、マハ祭り出ないっていう話を、原田さんと裏でやっててどうするのかっていうことを話し合ってたのに、アメジンが最初に唇を切ってさ、出ないことをさ、広めたわけじゃん。それってドレさんの顔潰してんだぜ。でも普通に考えて、あれじゃないですか。だってもう先にもうだってツイッターに乗っかってんだから。ん？何が乗っかってんの？いやもうツイッターなんかどうでもいいよ、そんな話。お前は間違いなく俺に言ったよ。ベンジ太郎からそういう連絡来てますって。うん、もう言ってねえから。言ったからお前は、ステゴ2も潰すってお前言ったから、はっきり俺に。もう言ってね、もうこのやり取り。鮫島さん得意ですよね、そういうのって。だまあ得意だけど、俺別にステゴ2潰すって。鮫島さん得意ですよね、こういうことするな。は、なんなの、なんなのそれ、なんなの、どっちが聞きてえよ。てめえが言ったことをまんま言ってんだろ俺よ。いやいや、まんま言ってんだろって言われても。じゃあお前な、オカリナはお前のこと好きだけど、お前はオカリナにもそれ聞いてるからね、オカリナもそれ。はっきり。俺スピーカーで話すから。誤解がないように、オカリナの前で。必ず、俺は。わけわかんねえから。わけわかんねえじゃねえんだよ。うちは二人証人がいるんだよ。な、アメリカ人のこと好きだからな、オカリナ。でも俺が今、悪者にされてんだから。すごく。なあ、マジでわかんねえ。今オカリナ家にいねえからあれだけど、お前それ間違いなく俺証明するからな、絶対に。もしオカリナがそれで俺をかばわないんだったら、まあ、俺はオカリナとの関係終わるからな、お前のせいで。わ、うん、かったな、お前絶対に白黒はっきりしてやるからな、てめえが。でも、まあ、あの DM の件は俺一人だったけど、お前がステゴロ2潰すって発言はオカリナも聞いてるからな。俺ね、証拠はないんだけどね、俺鮫島さんと付き合い長いから、こういう切り方してる時の鮫島さんが嘘つくと思えないんだよ、アメジン。お前マジで分かるよ、切り方しかしねえじゃん。だってえ、でいいよ、オカリナそのうち帰ってくるから、日曜に帰ってくるから、お前その時にはお前なんで俺は番開けになったら間違いなく俺白黒はっきりするから、てめえ今のうちに認めろよ、てめえ俺を悪者にしたんだからな、てめえ。いやもう被害妄想ももういい加減にした方がいいっすよ、鮫島さん。で、被害妄想も何も被害ないじゃん、鮫島さん。鮫島さんは言われたこと嘘。だわけわかんねえもん。俺何が被害妄想？俺ベンちゃんとの関係が悪くなるだけなんだけど、こんな歌詞したら。俺が悪者だって、リスナーからのイメージも悪くなって、ベンジョ太郎との関係も悪化する、嘘つく俺が。そんなことで。俺、セコロ出るんだわ、セコンドで和道の。出れねえよな。じゃあこんなこと普通に言わんかったらいいんだよ。嘘つかねえよなって。リスナーに気に、リスナーの顔色を伺って気にするんだったら、こんなようなこと、花から言わんかったらいいんじゃないですか、鮫島先輩。俺が嘘つくメリットあるか、今、うん、ここで。ないよな、1ミリも。デメリットしかねえよな。つくわけねえよな、そんなの。和道のセコンドやるって言われてんだ、俺お願いされてんだよ。ね、ベンジョ太郎も OK 出してんだよ。あ、いいよって。そんなもん俺は水の泡にできないよな。そんなもん和道にお願いされてんのに。和道の顔に泥塗れねえよな。俺正解として。クモン竜が気に入らないとは言いましたよ俺。それも言ったし、お前はステゴロ2潰すとも言った、はっきり。もうわけわかん。会場に電話すればあんなもんちょろいですよって。俺知り合いいるんでとか、なんか関係者いるんでとか言ってた。間違いなく言ってた。オカリナも聞いてる。俺は必ずスピーカーで話すから。もうマジでわけわかんない。何がわけわかんないの？何がわけわかんねえから、わけわかんねえつってんだよ。おめえが言ったこと俺はそのまま正直に言ってんだよ。俺は嘘つける人間じゃねえんだよ。うん、だってもう、うん、言ったこと認めろや、てめえがよ。言ったも認めろや。ねえ、何これ、どうしたらいいの、普通に考えて。どうしたらいいのじゃねえ、てめえが言ったことを認めろ。んだからどっちかが嘘ついてる状態なんだって、ただ単に。そういうこと。うん、うん、なんで俺が嘘つく理由があるの、そこに。それないよね、1ミリも俺のメリット。何でもいいっすわ、もう。じゃあもうめんどくせえから、もう。何、何でもいいってどういうこと、意味が分かんない。何でもよくないんだよ。それでいいんだったら、もうそれでいいじゃないですか、もう。じゃあ僕は何でもよくねえんだけど。それ言ったっていいじゃないですか、もう。何なの、何でもいいっていうのは。何が何でもいい。言ってないけど、そうしたいんでしょ。じゃあそれでいいですよ、別に。そうしたいんですよね、オカリナも聞いてる。お前がステゴロ2潰すっていう発言は、うん、はっきり聞いてる。それでいいっす、もうめんどくさいから。その DM の件は俺しか聞いてないけど、ステゴロ2潰してやるっていう発言はオカリナも聞いてる。いやもうわけわからんから、マジで本当に。ベンちゃんこれマジだからね、俺。うん、散々ステゴロ出たい出たいっつって予選組んだらジムに迷惑だからってブッチして、俺はそれ許したのに。わけわかんねえ。で邪魔されなきゃいけないんだよ。俺はそう聞いてない、ベンジョ太郎。俺は。もう何でも、俺はそう聞いてない、こいつから。好きにしてください、もう。もう何でも好きにしてください。お前嘘つきまくってたんだな。いや嘘つきまくってなんだ、と思う。それもお前違うじゃん。ずっと水かけろになるからもうあれだけど、どっちなんだよ。自分のスポンサーが
なんかなんだっけ、あのステゴロ2に対してもうベンちゃんに連絡したんだけど、なんかなんだっけな、なんかアメージンがなんか組まされるカードがなんたらかんたらでとかで、そんで、ね、俺が辞めたことによってベンゾ太郎はスポンサーが何人か降りるからなんか必死になってますねみたいなこと言ってたよ。だってさ、今回のさ口論のさきっかけってアメジンの発言から鮫島さんがぶち切れたわけだから、言ってないとかどういうことだったら、なんで鮫島さんが切れてるのかよ。だって知らねえよ普通に考えて。だってアメジンの発言から鮫島さんが切れてるんでしょ、うん、普通だったらさ、だってさねえ、それが時系列がおかしくない。いや、鮫島さん何ステゴロ終わったら言ったらいいやんって、俺が悪者にされてんだよ。そうそうそう、ふざけんなよ。それは自分の名誉のために挽回するでしょ。お前は聞いてねえんだよリナネコ、てめえ黙っとけお前。俺とアメリカ人の二人の話なんだな。アメリカ人そんなこと言ってませんよって、てめえじゃあ俺とアメリカ人の側にいたのか、てめえこの野郎。俺の車乗ってたのかあの時よ。てめえよ、あ、ごめんねリナネコ。うん、別にアメージンが出なくてもスポンサー変わってないけど、俺はなんかスポンサーうんぬんとか聞いたよ。うん、そう、なんか僕が出ればスポンサー何人いるんですけどみたいな。あ、それは聞いた俺も、うん、俺僕もそれは言いましたよ。だからベンドさんも言ってんじゃないですか、それ。だから俺は嘘ついてないもん。俺は嘘つく気がない。だから認めるところは認めてるけど、だから認めろよ。だったら言ってねえもん、ことは言ってねえって発言とよ、言ってんじゃん。ベンド太郎から DM が来ましたと、みんな言ってねえことは言ってないんだって。てめえ言ったろ俺にな、うん、何はあって、なんでお前がため息つくの。当たり前でしょ、なんでお前がため息つくの。ずーっと言ってない、言ってる、言ってるやん、言ってる。だから大丈夫だよ。だから鮫島さんがさ、その言ったって言っててさ、そんなのさ、鮫島だってさ、俺鮫島さんがアメリカ人のこと可愛がってんのよく知ってるから、そんな貶めることやらねえぞ。めちゃめちゃ可愛がってたじゃん。っていうかちょっとアメリカ人ビーキなところあったぐらいだ。だから普通に、だから普通にプライベートの方と相談したけど、言ってないことは言ってないって言ったら、お前ね、だからね、リナネコの件でお前が追い込まれてるから、俺は、ベンジョ太郎もね、そういうことアメリカ人にやってるよねって、お前相談受けたよねって言ったんだよ、俺。なんでお前そんな嘘つく理由があるんだよ。お前をかばうために言ったんだよ、俺。お前から聞いたこと。そしたらお前が、言ってませんよって言われたんだよ、俺。わけわかんねえよ。どうでもいいもん、もう何でもいいもん、それだったらそれでいいじゃないですか。どうでもよくねえんだよ。どうでもよくないと思うよ。何がどうでもいいんだよてめえは。それでいいじゃないですか。何それでいい、どういうこと、認めんの言ったこと。え、認めるんすか。もう認め、ね、もうそれでいいんじゃないですか。いや、認めるのか認めないのか聞いてんだよ。いや、だってもう知らないもん、だって嘘だから。いや、知らないよ。それじゃないと話終わらないでしょ。それでいいですよってことは認めるってことだよな。もうどうでもいいですもん、普通に。何どうでもいいって、よくない。どうでもいいから、どうでもいい。よくね、俺は嘘つき呼ばれされてんだよお前に。いや、でも俺でもこれで認めても認めなくても嘘つき呼ばされるのか、どっちもどっちですよ。俺は配信外でこいつからいろんな相談、あとね、あ、名古屋のキングどう思いますかとか。いや、どうも思わないから俺連絡返してないけど、返事、はい、お前からいろんな相談受けてんだよ、ね、相談しますよ普通に。だって信用できるから相談するんじゃないですか。いや、信用できるとかなんとか言われても俺別に。はあ、じゃあなんか可愛がるとか綺麗事抜かすなよ。じゃあなんなんだそれよ。いや、可愛がってたんじゃないの。それはひどくねえか。それはアメリカ人に違うだろ。何なんだよ、可愛がるうんぬんてよ、めえよ、この野郎。いやいや、アメリカ人さ、今から行こうか、てめえ、この野郎。ちょっと、まあ、鮫島さん、あの、僕言わせてください。あの、散々かわがられてさ、それはねえだろ。あと、なんつうの、俺も間に入ってきて、しゃしゃってきて申し訳ないけど、いきなりさ、悪口言われたらさ、ちょっと違くねえか、アメリカ人、それ、先輩に対する態度で。違うくねえかっていう以前の問題、なんであんたが入ってくるんだよ。それがもう、まず違うくねえか。関係ねえだろ、うるせえな。いや、だから、俺は鮫島さん。おめえはおかしいから入ってきてくれたんだろ。そう言ってることがおかしい。まあ俺は関係ないよ正直。だけど俺も思うところがあったから入ってきたわけじゃん。関係ないっちゃ関係ないよ。確かに言う通り。じゃあ関係ないんだったら原田と池上の件もお前に関係ねえよな。何も。でもちょっと原田さんが池上に言うことだよ。一緒に練習したいとか一緒にやってる。関係ねえよお前。当事者だから関係もクソもあるな、あるでしょ。そんなん普通に考え、当事者でしょ。原田さんと池上の問題だろ。お前がだから原田さんも一緒に言ってる、配信してるんだよ。お前は今和道に言ってることそれだよ。はあ、関係ねえような内容でから配信してるやつに言われたくねえけどな。いや関係ねえよそれこそ、まさに、うん、めんどくさそうやなんじゃねえんだよリナネコ。てめえ調子乗ってお前マジでよ、うん。いやまあ俺はほら鮫島さん慕ってるからさ、うん、関係ねえかも。俺和道から相談なんか受けたこと一回もないよ。俺は相談しないっすね。一回もないよ。何の件も。別に。いいんじゃないですか。俺はちょっかい出すだけだよ。和道から電話なんか来ないよ。俺は相談するだけなんですよ。もういいですよ、もうそれで。だ
名古屋のキングどう思いますとか、はい、知らねえもん、そんな、なんか言われても。なお前は言ってたやん、なんか名古屋のキングの件で。はい、なんかそんな僕の枠をやられてるんで、俺はもうそんなもう無視すりゃいいんじゃないって俺言ったよな。はい、うん、俺にそんな言われて何、何すりゃいいの、ね、いやだから相談普通に来てじゃあお前から相談来てる言う人いないからな、俺そう正直、うん、いや分かる、ベンちゃんごめんね、気分悪いの分かる、俺もすげえ気分悪いの。俺ベンちゃんを落とし入れ、悪意は全くないからね、俺何にも一味にも、こいつから聞いたことそのまま言う。俺はアメリカ人をかばうために、いやね、ベンジョ太郎だってなんか配信外でね、アメリカ人にまあハマチのミラーやらせてみたいな連絡してるじゃんって、だからリナネコが何してもいいんだよねっていうことを言ったら、あ俺そんなこと言ってません、鮫島さんの台本に乗っかりましたなんて言われたらたまったもんじゃないよ。いや知らねえもん、知らねえもん、マジで。いやお前が言ったことをそのまま言ったんで、とぼけんじゃねえよ。知らねえもん、知らねえもん、とぼけんじゃねえよ、おめえは。ステゴロ2も潰してやりますよとか言ってたじゃねえか、行き前で。わかんねえよ、もう、うん。これでももう終わらないじゃん、結局。言った終わらないじゃねえ、てめえが認めたら終わるんだよ。なんでかわかんないこと。間違いなくてめえ、プロだからな。俺は証明してやるよ、それ間違いなく。ステゴロ2潰すって発言に関しては証明できるから。もし、オカリナがそれで俺に嘘ついたら、俺はオカリナとの関係終わるから。信用できねえから、そんなの。うん、何でもいいですよ。俺とアメリカ人の言ってること、どっちが正しいかって言ったら、俺が正しいんだもん。絶対間違いなく正しいんだもん。それでいいです、それでいいです、はい。お前、その時、覚悟しろ、お前。マジで。それでいいじゃねえんだよ。てめえが良くても俺は良くないんだよ。うん、それでいいです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 。あと、マハ祭りは、ステゴロ2と違って本格的ですとも言ってた。もう全然、レベルが違いますって。せいぜいキャパシティ300人でしょとかも言ってたよな、お前な、ステゴロ2。言ってた、ね、370人でしょみたいな言ってたよね。それは聞いてますね。俺嘘ついてねえよな、何もない、一個もない。だいたいそれ以前の問題に、まず俺一個も嘘ついてねえよな、今なマッハ祭りの話してねえし。いやしてるよ。いついつかな、わかんない、してんじゃない多分。だってサバゲーの時にだってマッハ祭りの ねマッハ祭りは本格的で、本格的っていう話はリナネコと鮫島にはしたけど、ただじゃあキャパシティの話とかって、じゃあいや実際俺は聞いてるもん、はっきりはっきり聞いてる。なんで和道さんとこいつするの。いや和道はじゃあ俺は配信で聞いてんだよ、うん、わけわかんねえから。なんでわけわかんないの、配信で聞いてんだけど。俺は嘘をついていない、何一つ。言ってたぞ、めんどくせえもん。言ったこと認めろっつってんだよ俺は。ステゴロが300人ぐらいで、俺がじゃあ大体じゃあキャパシティです600人ぐらいでしょっていう比較をしたっていうことになしたんですか、配信で。配信がでも大体これぐらいのレベルが違いますねっていう風な配信はしましたよね。レベルが違うって言いましたよ、格闘技選手。言ってんじゃん。俺が今嘘で一個でもついたか。いやだから嘘も言ったんだよ、リナネコ。言ってんじゃん。言ってねえものは言ってねえ。レベルが違うって本人、今自分の口で言ったぞ。言ったって認めてるし。言ってんじゃん。はっきり言ってた。そんな悪意ある発言するやつが俺が言ってること嘘だって みんな信じられるね。レベルが違うって、まあ確かにプロだもんな、レベルは違うかもしれない。でもそんなこと言ってるやつが俺に言ったって、俺が今言ってる証言とこいつが言ってる証言、どっち信用するね。どっちでもいいですよ、もうめんどくせえもん。どっちでもいいですよ、じゃあよくねえんだっつってんの、マジで、うん、俺が嘘ついてると思う、みんな、今の発言から、うん、潰す気で言ったんだよ、こいつは俺に、うん、オカリナと俺に。わけわからん、わけわからんじゃねえんだよ、おめえ、マジでよ。わけわからんじゃねえんだよ、わけわかってんだよ、みんな。はっきりわかってんだよ、うん、明確なんだよ。なんでもいい、もうなんでも、もうなんでもよくねえよ、うん、もうなんでもいい。マハ道場入ってマハ祭り運営になって調子乗ったのがレベルが違うのはマハさんの名前なんだよ。逆におめえと俺とじゃ配信者としてレベルが違いすぎんだよ。まあ配信者としてのレベルはもちろんベンズ太郎の方が上だよ、全然当たり前じゃん、そんなの、うん、ほな当たり前だよ。だからって別にそれはどうでもいい、そんなの。俺は嘘をつく理由がない、メリットがない、何一つ、うん、ないと思うよ。話客観的に聞いてて、ないつか、そんなこと言って、なんかある。俺和道のセコンドやんなきゃいけないのに、やるのに やりますって言ってんのに、こんなに空気が悪くなる、嘘つく理由ある。いやないっていうか、ね、メリットないですもん。ないよね、鮫島さんにメリットがない。そう、うん、でそのなんつうの、アメジンが言ったっていう発言にはその状況的に根拠がありすぎるんだって。
俺何にも嘘ついてないよ。1ミリも。大げさにも言ってない。むしろオブラートに包んでるよ。4月ぐらいに雲龍になんか仕掛けるとか言ってたもん、こいつ、はっきり。俺がいつ言ったよな、お前な。俺は、クモンリュウはこのまま行ったら自分で自爆するんじゃないんですかって言っただけでしょ。言ってた俺に、はっきり言った。おわけわかんねえの。2月じゃ早すぎますよって、4月でもうギリギリになりますって言ってた。お前はっきり。わけわかんない、もうわけわかんない。いや言ってたもん。お前絶対言ってたもん俺。いや何を仕掛けるかは知らないよ。うん、なんかやるんだって。俺がだから何を仕掛けるのって逆に聞きたいよ。殴らせるって言ったよ、お前。クモに手上げられるってお前が言ってた、はっきり。俺が誰に？だクモに殴らせるってことだろ。誰に？だおいやだ俺に言ったんだよそうやって。だから誰に？だクモン龍以外誰がいいんだ。誰？クモン龍を殴らせるんでしょ？誰に？だクモン龍に殴らせるっつってんだ俺。誰？クモン龍がアメリカ人を殴らせて刑務所にぶっ込むっていう話ね、アメリカ人。まあ刑務所でか、まあそういうわけわかんねえから、もうめんどくせえな、うん、してねえもん、してねえんだよ、マジで。何めんどくせえって、うん、あ、なんか優雅がコメントしてたな、今ちょっと待って、パイセンが便所嫌いだけどバカか、マハ祭りまだ一度も開催してないのに捨て頃は結果出した、何を上から捨て頃見下してるんだよ。本当に言ってたからね、優雅、俺のこと信じて。マジで俺こんな嘘つく理由ないから、便所太郎との関係が悪くなるだけだから。マジで知ってねえもん、言ってねえもん、知らねえもん。しました、しました。お前は俺にそういう相談を幾度となく、うん、協力させたのってか、もうわけわかんねえもん。だって言ってねえことは言ってねえもん。じゃ言ったって、お前は俺に間違いなくオカリナも承認だって、その発言に対して逆の立場なんて見ろよ、めんどくせえってなるから。なんだ逆の立場って、何なんだよこの野郎。だって鮫島さんの言い分、いや鮫島さんの言い分はさ、逆の立場はないでしょ。だって鮫島さんからしたらさ、勝手にさ言ってないことを言われたって言ってさ、じゃあこういうことも言ってたじゃねえかっつったら、それも言ってないって言われてんだから、鮫島さんの何が気に入らないかって全部俺言ってないからね。だからクモン流が、だから俺が今の配信上でってこと、うん、いや配信外で俺は聞いてるよお前から。もういいよ、もう本気モードでもなんでも、もう何なの？よくねえんだっつってんだよ。なんだよ、もういい、もういいよってさっきから言ってる。何がいいの？いや、マジだって知らねえもん、知らねえもん。だからお前は言ったんだよ。間違いなく捨て頃2潰すって発言は、オカリナが証言してもらえると思うから、俺は信じてるから。もういいっす。あいつがそれで嘘をついたら、俺はあいつの感じは終わらせる、はっきり。はっきり言ってやるよ、お前。もういいっす、もういいっす、もういいっす、もういいっすじゃねえんだよ。何がいいんだよ、この野郎。めんどくさい。俺はそれもかけていいぞっつってんだよ。めんどくさいっす、マジで。何がめんどくせえんだよ、てめえの発言を言ってるだけだろ、こっちは。や開き直ることあろうか、俺を悪者にしたんだからね、こいつ。ベンちゃん、マジだからね、俺聞いてるの。俺、嘘つかないからね、そんなくだらない嘘。うん。証拠ねえわじゃねえんだよ。俺は聞いてんだよ、そうやって全部。俺は聞いたこと全部言ってるの、正直に。じゃあ、早い話で、じゃあ、仮に、じゃあ、俺が、そこで、じゃあ、仮にオカリナさんが言ったとしましょう。いたんまで、オカリナも話してるの。仮にで、まあじゃあ和道さんもついでにいたとしましょう。いや、いません。まあ、例えば。いや、例えばとかいらないから。じゃあもう例えば、じゃあいい。でも僕の方に、じゃあ例えばですよ。じゃあその現場とかに電話してるときに、じゃあうちの嫁が聞いてたっていう話になってきたら、もう知らねえよ、そんなもん。おめえの、俺はスピーカーで絶対話すの。絶対に誤解を招かないように。だからオカリナもその会話に入ってました。その会話に加わってました、オカリナも。オカリナも助言してました。はっきり言います。会話に参加してました。わけわかんない。わけわかんないじゃない。俺はお前が言ったことを正直に言ってただけ。しかも、例える理由はないから。全部信じたから。認めるも何も、もうわけわかんないから、もう知らないから。認めろって言ってんの。知らないから。認めるも何も、知らないんだって。お前は言ったんだよ。うん。焦りを隠せない以前の問題もクソだるいんだよ。いや、クソだるくねえよ、なもん。だるくねえよ。お前は言ったんだよ、マジで。ミラー配信は嘘ついたよ。乗っかったんだよ。いや、嘘ついたじゃない。お前は俺にそれを言ってんの。なんでそう嘘つくの。嘘ついたってなんで嘘つくの。お前が言ったことを俺はそのまま言ったの。俺が嘘つきって言いたいの。ね。いや、だってもう引くに引けないような状況になってもさ。何が引くに引けない。俺関係ないじゃん、何の。リダネコの件。関係ないんだったらなんで電話してきたんですか。だからそれに対してお前を守るために俺はそのお前から受けた相談を言ったんだろ。なあ。今
だ言っていいのかなって前置きしたろこれ。これ言っていいのかな。でも便所太郎も裏でマハ祭り見らさせてくださいみたいなことやってんだから、別にリナネコがしてころとマハ祭り出ようがいいじゃんって言ったんだろ俺は。そうやってお前をかばうつもりで言ったら俺は突き放されたんだよ。お前に何でもいいです。何何でもいいって。何でもいいです。何が何でもいいの。何でもよくねえんだっつってんの。ただもう結構声怒鳴り上げたんで、もうちょっとうるせえな。てめえが嘘ついてること認めろ。いや嘘もついてない。じゃあ認めろ。認める。じゃあ俺が嘘ついて言いたいのね。じゃあ俺が嘘ついてるって言いたいのね。もう何でも俺が便所太郎を嘘つきなんだったら、俺が嘘つきなんだって嘘つきでもいいし、もう便所太郎さんを落とし入れるつもりだって落とし入れるつもりでもいいです。何でもいいです。あ、何なの。いやお前が便所太郎を落とし入れるために俺に言ったんだろそうやって。だとじゃあ便所太郎がそういう DM が来てないけど、俺にそういう DM が来たって話したのお前だろな。あ俺はその DM 見てもないし、証拠を出してとも言ってない配信外だから。だからあくまで相談乗っただけだから証拠はないけど、お前は言った間違いなく捨て頃2も潰しますって、電話もして潰すって言った。うん、わけわからない。パイプあるんでとも言ってましたはっきり俺に。うん、わけわかんないんでじゃねえんだよ。わけわかってんのはっきり。お前が嘘ついてると俺には分かってんの。俺には。いやもうわけわかんないですよ。いや俺には分かってんの。お前が嘘つくもういいっす、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 もういいっす。何がいいの。もういいっす。何がいいの。何がいいの。よくわかりました。いや具体的に話して何がいいの。もうよくわかりました。どういう人かもうわかりました。いや具体的に何がいいのか話せ。やっと分かり合えたかなと思ったんですけど、よくわかりました。何やっと分かり合えたって。いや1回揉めた、2回ぐらい揉めましたけども。何やっと分かり合えた。お前が揉める原因作ったんだ。もうわかりました、もうわかりました、はい、わかりました、はい。いや俺が分かって一番、お前は俺を悪者にしたからな。ね、鮫島さんの台本に乗っかりましたって笑いながら言ってやるな。お前同じですよ、僕も。何が同じなの。お前絶対俺それ証明するから。そっくりそのまま返しますよ。何そっくりそのまま返すって何なの。何の意味が分かんない。お前が俺に対して嘘つきっていうことをね言ってんだよ。鮫島さんが嘘ついてますよって。俺そんなこと一言も言ってませんって。そしたらどうなる、うん、リスナーも便所太郎も鮫島さんに全部お名着せてっていう風に見えちゃうよ。そう、自分は逃れようと思ったのこいつは。うん、鮫島さん言ってないんだったら名誉挽回でさ、言ってねえよっていうのは普通のことだと思うよ。だから言ってねえよっていうのを何十分続けてもわからないんだからもういいですよ。じゃあ言ってないっていう風に言ってるってことはどっちかが嘘ついてるっていう話になるじゃん。だって、普通に考えてこれで何十分も話してわからないんだからもう無理でしょ。何なのそれ。お前間違いなくステグロ2潰すっていう発言に関しては証明するからな。その時お前は嘘つきになるんだからな。今のうち認めろよ。もう何でもいいです、何でもいいです。間違いなくお前やるからな俺。もう何でもいいですもん、本当に。何何でもいいですって。俺オカリナが帰ってきてオカリナの証言を載せればいいだけだよ。はっきり言って、あいつが俺を俺の味方にならないんだったら俺とあいつの関係終わりだから。悪いけど。普通に考えてもういいですもん。何がいいの。いやもういいっす。何がいいの。何がいいの。具体的に話すよ。何がいいんだよ。何がいいんだよ。何がいいのか聞いてんだよ。お前に何がどういいんだよ。もういいです。だから認めるってことだろ。お前が嘘ついてるってこと。そういうことだよな。なあ、もう何でもいいですもん。もういいす。お金の証言は証拠にならんだって話に加わってたから。好きに言ってください。何好きに言ってくださいって。何好きに言ってくださいってどういうこと。マジでめんどくさいっす。何めんどくさいですって。お前が俺に相談してきたんだ配信外で。いやもう、ね、じゃあ相談しますよ。だからなんで相談するの。いやだけどもう言ってねえことも言ったとかわけわからな い, いや言ったことを言ったって言ってんだよ。全部全部話してんだよ俺は。言ったこと言ったことを言ってますって話してんだよ俺。お前から聞いた相談全部話してんだよ。もうわけわかんないです、わけわかんないです。わけわかんないですとかじゃなくて、わけは分かってるはっきり。なんで不適されてんの。なんで逆切れしてんのね。わけわかんなくないじゃん。お前は言ったんだよ。もう同じ話を何十分もして当たり前だろ。お前が認めないんだ。なんだかんだして俺はお前が言ったって言ってんだよ。みんなもう終わるわけねえじゃんこんなもん。だから俺はね、間違いなく捨て頃2潰すっていうお前の発言に対しては証明できるから。俺は何でもいいっす、何でもいいっす。時間の問題だぞお前。お前の全てがめくれんの。証明してください。もうじゃあ当たり前じゃん、すぐに決まってんじゃん。俺が嘘つき呼ばれされてんの、はい、お前に。はいと汚ねえよこいつ。マジ汚ねえからな。みんな信じんなよこいつのこと。マジで信じんなよ。俺は分かってるからねこいつが黒いってこと。うん、っていうことはじゃあ今現状をまとめると、アメリカ人も言ってないっていうふうに言うし、鮫島さんも言ってないっていうことで、今後徹底抗戦するっていうことで OK なアメリカ人。俺は言ったって言ってたこいつが。あ、要はアメリカ要はあのアメリカ人
なんて言えばいいんだろう、表現するのが難しいな。だからリナネも言ったじゃん、マハ祭りとはレベルが違うってころとはって、キャバあれせいぜい350でしょって。うん、だからもう何でもいい、もう誰が見るんですかって、そんな誰か分かんない配信者って言ったじゃん。そのね、もう訳分からんことばっかりよ、僕は言うたことない。訳分かんないことばっかりよ、いや言ってはね、お前が言ったこと俺は全部言ってんの、延長しろよこの野郎。いいっすよ、めんどくさい。逃げられると思うなよ、俺から。逃げるもん。逃がさねえからな、お前絶対。うん。わけわかんない。いや、ワードが上がってるかどうか関係ねえんだよ、リナネコ、お前。な。うん。いや、もう、てか、普通に嘘ついたもつかない。お、どう思う、リスナーみんな。俺が嘘ついてると思う？ね。こいつが嘘ついてどう思う？鮫島さん。なんだよ、リスナーのアンケートとかリスナーの意見なんか関係ねえよ。いや、アンケートだよ。俺はリスナーに聞いて、早速リスナーの意見を求めるんすか。当たり前じゃん。当たり前じゃん。リスナーの意見を参考。当たり前だろ。今リスナー見てんじゃん。ね、どっちかが嘘つきなんだよ、今。どっちが正当性があるって聞いてんの、俺は。うん。こうやもそう思うべ。認めればいいと思うよ。認めろよ、お前。俺に相談してんなら、配信外で。いや、わけわかんなくないだろう。お前が嘘ついたんだよ。俺を悪者にしたんだよ。便所太郎と俺は仲がいいんだよ。ね、むしろ。仲がいい方なんだよ。それをお前がね、響いてさせようとしたんだよ、お前は。こともあろうに。お前は自分が逃げようとしたんだよ、自分だけ。俺を悪者にして。わけわかんない。意味わかる？もしあそこで俺の台本だったら、こいつは乗っかったままでよかったんだよ。別に。便所は太郎一人で悪者にしたい。こいつは自分に後ろめたさがあるから、自分だけ逃げようとした。意地ある理由はっていう以前のもんね、してねえもんはしてねえんだよ。いや、したもん。間違いなく。間違いなく、捨て頃2、潰してやりますって発言は証明できるからな。絶対に。はいはい、じゃあ、それでもいいです、もうめん。なし、それでいいですって。じゃあ、言ったのね。じゃあ、分かった。捨て頃2、潰すって発言はあったのね。認めるのね。ないでしょ、ないでしょ、どう。いや、認めるのね。じゃあ、それでいいんでしょ。いや、もう好きかって言ってもらうのは結構ですけど、僕は言ってないです。いや、好きかって言ってもらうのはいいですけど、じゃなくて、配信外でお前に、オカリナと3人でお前と話した。間違いなく。クモン流が出ることが納得いかないんで、4月になったらクモン流になんかちょっかいかけて、あいつをなんかね、警察沙汰にしてって。具体的に聞いたのね。具体的に。あと会場、なんかもう最悪ギリギリになったら、会場に電話して、やめさせますって。うん。言ったよな、はっきりな、俺にな。うん。俺に言ったよな、お前な。いいっすわ、もう俺だけど、アメリカ人がさ、アメリカ人の立場で捨て頃をライバルするのは別に整合性合ってると思うけどね。なんでそんな言ってないってこだわるのかよくわかんないんだよ。別に、もう何でもいいっすもん。運営サイドなわけだからさ。何でもいいっす、何でもいいっす、マジで何でもいいっす。俺にはっきり言ったんだ、こいつは。マジで何でもいいっす。間違いなく言った、間違いなく言った。うん。何でもいいっす、マジで何でもいいっす。何でもいいですやねんだよ。認めろよ。うん。認めるも何も好きかって言ってもらうのは結構ですが、何好きかって言ってもらうの、じゃあ全部俺の妄想だってこと、今言った発言は全部俺の虚言だってこと、ね、便所太郎が DM しました、捨て頃2潰してやるって言ったのは全部俺の妄想だって言いたいのね。俺がそういう妄想を勝手に繰り広げてるって言いたいのね。お前はそう言ってんだよな。なあ、うん、もういいっす、マジでいいっす。なんでそんな投げやりになるの。な、意味わかんないね。逆切れしてるの。疲れましたもんだって。いや、疲れましたね。話一生お前はこれが白黒はっきりするまでは一生やるぞ。うん、これ別にね、例えばなんだけど。いや違う、リナネコ。はっきり言ったんだよ、こいつ。潰すって。うん、はっきり言った。あのね。捉えられるじゃない。鮫島さん。鮫島さんが多分気に入らないのって、その嘘をつかれてるところじゃないですか。別に僕、捨て頃潰すって言ったところ、何の整合性が合うっていうか、別にライバル視してもいいと思うし、まあ別にいいんだよ。そう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 。だから、それだけ恨みがあるんだから別に。そう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 。いや、俺はそれをはっきり聞いて、だ俺はそれに対して落ち着けと、うん、でそれで仮にライバル視をじゃあ仮にしたところで、うん、じゃあ盛り上げたいっていう話で、うん、なんでそこはもうだから盛り上げたい。いや、だからあなたが言ってないって言うから話がおかしくなるわけじゃん。言ったところは言ったって認める。だから言ったところは言ってる、言ってないところは言ってない。じゃあなんで鮫島さん、言ったんだよ。鮫島さんが嘘ついてるって話になっちゃうんだよ。いや知らない。だってマジ知らない。お前延長しろっつってんだよ。もういいっすよ、めんどくせえから。延長しろ！もう嫌です、嫌です。お前じゃあ今から家行こうか。な、話し合おうか、直接会って。だったら延長しねえんだったら。な。でもいいっす。
な、配信で話し合ってんの今。お前が配信金だったら配信外で話し合う必要があるよな。何でも何でもいいっすもん、何でもいいっす。何でもいいって何なんだよ。じゃあ認めんのかって聞いてる。何でもいい、もうマジで。じゃあ延長しろっつってんだよ、とりあえず。してねえもん、してねえし。じゃあ延長しろっつってんだよ、だったら。もういいっす。何もういいですって。もういいっす。何が何、おい、アメリカリナネコあげろだって。じゃあ延長しろ、とりあえず。じゃあ逃げだよ、これ。逃げだよ。はっきり逃げでも何でもいいっすもん。めんどくせえ。なんのリナネコあげろよ。何なに、リナネコあげられない理由があんの、大変にして。ね、リナネコあげられない理由があんの、なんか。いや、別にリナネコ呼んでもいいっすよ、別に。じゃあ延長しろよ。そしたら。な。はぁ。何はぁって。こっちがため息つきたいんだけど。なあ。こっちもため息つきたいっすよ。いや、お前はため息つく資格ないよ。俺は。なあ。すごく気にかけてたのにな、お前のことな。めちゃめちゃ気にかけてましたよね。な、なんなら俺より可愛がってましたよ、正直。いや、和道が一番大好きだ。あ、そうっすか。そう、うん、いや、でもすげえアメリカ人のこと可愛がってるなって、愛情伝わってましたから。怒るのちょっと分かるよ。俺すげーショックなんだけど今。いや、分かりますよ。え、お前にだって裏切られたんだよ俺。まあ、お前を守ろうと思って言ったことを、お前が言ったことをそのまま伝えたら。どっちがいいの、リナネコ。俺言ってませんって言ったんだよ。ね、俺すごい今ショックだよマジで。いや、ショックでしょうね。いや、当たり前だろお前、裏切られてんの俺。ね、わけわかんないマジで。いや、わけわかんないの俺だよ一番。なあ、わけわかんないの一番俺だよ。お前はわけわかんないとか言う資格ないんだ。なんでお前がわけわかんないの。いや、鮫島さんがちょっとぶち切れんのはちょっとわかります。もしもし。あ、もしもし、はい、はいはい。とりあえず、なんか最初から話聞いてなかったんですけど、なんかリナが、とりあえずリナをマッハに誘った理由が、セゴロを潰す理由って言っとったんですか、アメリカ人が。違う。どういうこと？だから俺はもうその前からなんか、クモン竜が出るみたいな話になった時に、だ去年12月とかのあれかな、はい、多分選手発表みたいなあったじゃん、セゴロ。うんうん、で、その後にこいつは俺にね、あの LINE 通話でかかってきて、うん、俺はオカリナの前で絶対スピーカーにするの、誤解を招かないように。だから要するに話いつもしてますね。そうすれば問題ないじゃん、うん、だからそうしたら、うん、こいつははっきりね、うん、俺ステゴロ2潰してやりますって言ったの、うん、で俺とオカリナでアドバイスしたんだよ、うんうん、ああまあね、クモン竜弱いよね、あいつ何するか分かんないもんねみたいな話したら、クモン竜4月ぐらいになったら、うん、多分こっち来るんで、そしたらその時ちょっかいかけて殴らせますって。わからん、オカリナもそれ聞いてんの、はっきり。そんなの、なんかそれに似たようなことは、とりあえずなんか潰す発言、捨て頃を潰すじゃなくて、クモン竜がこうこうこうでなんか出るのが意味がわからんとは聞きらんっていうことは聞いとったし、うん、でも潰すとかじゃなくて、いや俺はクモン竜が出るのが気に食わないしか言ってねえから俺マジで。それは聞いた。で、とりあえずなんか、お前は潰すって言ったんだよ、はっきり。出させなくするって。俺だってさ、うん、普通に考えてさ、じゃあなんでクモン竜と会うの、うん、ね、殴らせるの俺がクモン竜を。何、うん、お前それはなんかそれを確定じゃなくて、そうやってしたらクモン竜が出れんなるっていうあれじゃない。そう、そういうような似たようなことをアメリカ人は言うけど、例えば笑いながら普通になんかクモン竜がこう、例えばこういうふうにあの時問題を起こしてたから、問題を起こして誰かがやってクモン竜が出れなくなるのかなみたいなことは話すけど、俺が潰すとか俺が、それは普通に話したってか聞いた。クモン竜が言ってんじゃん。俺はお前がちょっかい出して。全然違うじゃん。もし出したら、はっきり俺はお前から聞いた。捉え方が違うと思う。てか、言おることはあっとるけど。俺にもその以上のこと言ってたんだよ、お前は。捉え方は違うと思うけど、まあ、そういう似たようなことは言う。はっきり言った。それは鮫島さんには強く言ったんじゃないですか。マジで言ってないもんだって。言いました。じゃあそのクモン竜のことは、クモン竜のことはそれで、そのなんかマッハのリナのことはなんて言っとったんですか。それは分からん、俺。そこは利用するって言っとったんは、誰が、あんまり揉めてない。誰が持ってきたんですか、そこの話は。リナネコ、そこはあんまり話題になってない。うん。うん、いい。じゃあ話題になってないとかじゃなくて、話題になってないとかじゃなくて、それでリナが話題になってねえもん、ね、なってねえんだよ。なんかさっきの話では、なんか原田さんが誰かとなんか食事行ったらラウンドガールいないんだよねって話したときに、こいつが、あ、リナネコなんかどうですかみたいな話を持ちかけたって言ったら、そう言ってた。それ持ちかけた理由が、なんで捨て頃に対する嫌がらせでリナが使われたってなったんですか。俺誰が言ったの。
誰もそんなこと言ってなかった。誰が言っいや、てんコだ、メそントにもあるし、リナの枠にも来たぐらいやけ、誰かが言ったんでしょ。いや、コメントに流これ、れてベるンジョのは、さんこもれ、書いリとっスナーたでしさんょ、のリ意ナ見が、でしょ。でも、ベンジョさんも書いとったじゃないですか、リナがコメントした瞬間、リナがマッハになんか誘ったのは、なんか、セゴロ潰すためって言っとったんは、まあでも、そういう感じになるよ、ね、誰が言ってこうなったんですか。そういうふうに思われてもしょうがないでしょ、それは。まあまあ、そうだよね。だって、リナ猫はセゴロ2に出るのに、持ちかけたのお前なんだろ。リナ猫が、あ、私、いや、アメリカ人から持ちかけられたんじゃなくて、枠中に原田さん、3倍目光る池上、アメリカ人がおるときにかかってきて、それでリナが、そのタイミング、うん、その配信上で電話かかってきた。で、配信上でベンジョさんに LINE 送った。なんかすごい出来上がってるよね。あ、最初からリナが、あ、でも、話題、一番最初に出たのが、タマ、なんかタマとか、そのいろいろあって、うんうん、で、そこで、なんか、まあ、5人、5、6人目ぐらいにリナが出た。そう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 。そう。で、最初の理由はそれで、まあ、俺そこら辺は分からん。捨て頃潰すために利用したっていうのは分からんけど。それは分からん。俺はでもはっきりこいつから、こいつの口から聞いてるから。なんか会場にも電話しますって。いや、したから。で、まあ、浜松にも、リラーさせよって、便所太郎から来ますって。なんか連絡が来ます。どうしたらいいんでしょうって言うから、いや別にどうしたらいいか断ればいいんじゃないみたいな話をしたのを覚えてる。1月に池袋にお前を迎えに来て拾って、うん、でその足でお前の家まで届ける、あ、じゃあお前の家送るよって言った時のその最中に話した。お前はそれを、じゃあ結果アメリカ人が悪いんですか。悪いんですかって、こいつは嘘ついてんだよ。俺が嘘つくメリットないでしょ。何にも、1ミリも。いや、メリットは、うん、何のメリットがある。メリットないっすよ。ベンジョ太郎を落としれる嘘ついて、なんかていうか人間関係崩れるだけでしょ。メリットはないけど、ただ単に話聞きよって、なんか別にアメリカ人がこうやって言ったな、サメジオさんが言うことも、あ、こうやって言っとったなっていうのは分かるけど。いや、分かるけどじゃなくて言ったんだよ、こいつは。分かるんだったらサメジマさんが怒る理由も分かるはずだけど。黙れや、お前に話しかけてないぞ。リナネコ、リナネコ、この通りや。なんだ、俺は言われたことを言っただけ。俺はこいつから聞いたことをそのまま、うん、そしたらこいつは、いや、鮫島さんの台本に乗っかりましたって笑いながら言ったんだよ。で、台本じゃないよって俺は言ってんの、うん、俺は。なんで俺が便所太郎を落とし入れる嘘をつかなきゃいけない。俺、ステゴロ2のセコンドで出る予定なんだよね。うん、やるわけない。誰のセコンド。いや、ワードの。え、あ、はい、あ、はい、それは俺はワドに頼まれたから出るっていう話はもうワドにしてるし、うん、その潰す、いやいや、これは、待って、潰すさんとかでアメリカ人が言われとんやったら、リナは普通に潰、なんか気に入らんとかは言っとるけど、それを捉え方で普通に潰すって聞かれたじゃない。だから言ってんじゃん。お前はこのか、うん、その会話に入ってねえだろ。な、入ったの？入ってない、入ってないけど、結構言われるもん。アメリカ人ちょっと言ってくるもん。アメリカ、じゃあ分かった、オッケー。サメジマさんごめんなさい、リスナーさんもごめんなさい。リナネコさ、アメリカ人が普段どんなこと言ってるか教えてよ。それが知りたいんだよ、みんな。それ正直に教えて。普段は、うん、いや、まあまあいいじゃないですか。いや、仲いいからとかじゃなくて、全然最近本当に全く連絡取ってなくて、まあまあまあ、そのマッハの時に電話したのと、あとセゴロのクモリオのこととかで電話したのはある。うん、どんな内容がかかってくるの、アメリカ人から。それ正直に教えて。どの内容、クモリオが、ステゴロ英検、クモリオが気に入らんと、うん。なんでそれが出るのか気に入らんと。うん、それだけ。それだけ。でマッハ、マッハが不満はすごかったよ、こいつが。で、マッハはすごかった、それは分かっとる。で、しかも、うん、マッハのことに対してはリナはアメリカ人にキレた。なんでかっつったら、被してくんなやって、捨て頃に。うんうんうん。でも俺がそれ、ね、アメリカ人に言った。なんでそれはその被してくるんっつったら、いやいや、あの俺がその決めたとかそんなんじゃなくてとは全部話して聞いたけど、うん、でも結果捨て頃があります、マッハがあります、でもそれは被るやんっていう話はしとった、うんうん、やけんリナにラウンドガール言ってきた時は、うん、アメリカ人は絶対リナを誘わんと思っとったけん、うん、あ、多分なんでなんかなと思ったもん。そんだけ嫌いって言っとったけん、マッハのこと、うん、まずマッハじゃないよ、捨て頃でしょ。あ、じゃあマッハ、かぶせてきたのが嫌って言ったの、こっちは。こっちがやる気でやっとったのに、かぶせられたら困るって、話題もだってね、それは目立ちたいし、セゴロで出るんやったら。まあまあ、セゴロ一本だよね。うん、でも、ベンジョさんが、その、リナも文句言ったよ、ベンジョさんに。わざわざ絶対これ、うん、あえて、かぶせてきとるやないですかって、ベンジョさんに言ったもん、文句も。うん。うん、でも、セゴロはセゴロで盛り上げて頑張りましょうってことやったけん、うん、あ、いいんやと思って。
いいんやと思って、それでその原田さんとかからかかって、まね、ラウンドガール言われた時に、ねえ、リナネコさ、リナネコさ、マッハ祭りに迷惑かかると思わない？ちょっと待って、すごいのがあった。俺ワドのセコンドやるって言ってたじゃん。はい。うん。俺、はい、こいつに一回不満言われたの。うん、やるんすか？って、だからワドの頼みだからやるよって。はい。うん、やらねえよって言ってたじゃん、もう。あやらねえよじゃん。俺ワドからのお願いだからやるよって言ったんだよ。もうそんな話もしてないんだ。和道さんのセコンドやるけど断ったんですけど、本当っすかっていう話はしたけど、そんなこと一切話してねえ。断ってねえじゃん、俺。一切。断ってねえじゃん。な、断った和道。断ってないですよ。いや、お前が言うんだったら、その代わり、しごき倒すぞって。最初はギャランティー詰めようとは言ったけど、はい、じゃあ、ただで出るよって話に。はい。上手がどうのこうのってなった時の話ですよ。別に、だって上手は関係ないじゃん。その和道さんの話が出てきたって。は、出てねえよ。上手関係ねえじゃん。捨て頃に。ていうか、リナネコがラウンドガールとかマッハ祭りにお前迷惑かけんなよ、リナネコ。ふざけんなよ、お前。は、なんでお前に言われねえかんねん。お前だって鮫島ラウンドだ、あれ、セコンドで読んでから迷惑かけんじゃねえよ。うるせえよ。お前、マッハ祭り伝統あんだよ。お前みたいなのがラウンドガール出たら、お前大変なことになるだろ。お前考えろよ、ちょっと。まあ確かに、それは大変なことになるって、お前何も知らなくせに言ってくんじゃねえよ、ワード。お前のセコンド出たら大変なことになるよ、そんな。なんだよ。正直に見たくない。見たくないとかじゃなくて、そんな可愛さとか細さとかでラウンドガールするわけではない。足の裏みたいな顔じゃん。足の裏みたいな顔じゃん、お前。いや、お前に言われたくない。どうにかしろよ、顔面が。わかる、言いたいことわかるわ、どう、わかる、俺は。いや、わかるじゃねえ、愛さめじま、なんだよ。すいません。じゃあ、違う、はい、いいんだ、どうでもそんな話は。何じゃ。こいつが嘘ついてんだよ。間違いない。俺にはネッセゴロ2も潰してやると。で、裏で、ね、便所だから。いや、でもその潰してやるとかじゃないって。だって潰すも潰すもこの人できないって関係ないもん。言ったとしても気に入らんし、結果マッハの方がそのね、出る配信、あの出る格闘技とかの人も違うとは言ったよ、うん、だから言ってる、うん、俺だろってことは俺にも言っててもおかしくねえ。でもその捉え方が違うやん。リナに言ったのはレベルが違うって言ってる。違うって、はっきり潰すって言ったかって言ってないから、それが違うでしょって言ったの。違くね、なんでかばうんだおめえ。俺嘘つき呼ばれされてんだぞ。かばうとかじゃなくて、こっちだってずっとじゃあ捨て子を出禁にされて、じゃあね、いろいろ話あったけど、その潰すって一言も聞いてないもん、この人から。じゃあ俺は聞いてんの。うん、俺は聞いてんの。じゃあそこの話は知らんもん。そこの話は分からんけど、でも大体それよりそのような感じの似たようなことは聞いた。でも直接そういう話は違うと思う。おめえが否定すんなよ。だったら聞いてねえ話。リナが上がってきた理由は、なんで上がってきたかったって言ったら、リナをマンハに誘った理由を捨て頃潰すためって言われたけん、それが気に入らんくて上がってきたの。それは知らねえよ。誰かそれを言われたもん。誰から聞いたんだよ。だってここの枠にも来たし、来た時に便所太郎がコメント書いたでしょ、リプ飛ばした、リナ猫って。知らない。それがそのことについて聞きたかったの。ここのコメントで見たの。知るか、そんなん。名前も誰か認識しないリスナーや。おかしいだろ、言ってること。な。鳩の可能性ある。俺はこいつがどういうことか聞いてんだよ。いや、わかんない、ベンちゃん。多分そういうことだと思う。こいつが企んだのは。多分。何を企んだの？リナネコを指名するってのは。リナネコをじゃあ、仮にじゃあ、まあ、出てもらったとして、何が潰すことになるの？だって、そっち手頃にも出るんでしょ。何にもならない。アメリカじゃん、あれやろ。リナをステゴ、あの、マッハのラウンドガールにした理由だって言ってきたもんね。うん。何なの？え？なんて言ったの？何なの、その理由。じゃあ知ってんじゃん、お前、理由。なんて言うか。うん、理由してますよ。なんで？じゃあ理由言えよ。え？いや、今自分で言ったんだからいいね。関係ないんでしょ、この話関係ないんだよ。みんな知りたいのそこだから。そこで揉めてんじゃん。だ、なんだ、理由言えよ。関係ないって言ったでしょ。分かる、みんな。手頃を潰すか潰さんかの話でしょ、これ。みんな分かる。その話は関係ないってワドに言われたし、リナ。いや、それが聞きてんの。それ言えよ。しょうもないもん。じゃあ言え。おっぱずかしい話なんですけど、結局たまたま配信に携わった日がリナネコと同じで、まあ、リナネコが雲の上の存在にバーってなって。お前それじゃないやろが、こら、アメリカ人。いや、言えよ、リナネコが言わないと終わんねえよ。ほら、もう汚ねえよな、こいつかな。そのことじゃないの。それで。いや、それも言われたよ。それも、うん。リナネコ収まりつかないから全部言えってだから。うん、それも言われたよとか言われた。黙ってたら、窓が落ちたら収まりつけ、窓が落ちるよ、じゃあ。てめえは言われたもん。
なんでてめえいちいち匂わせてるの、そういうこと。え、リナが、いや、リナがなんでラウンドガールしたい理由かとかいっぱいありますよ。だってそんな芸能人いっぱい来ます。そうそうそう、そっち。今から言うのにごちゃ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 うっせえな、今から言うんだよ。お前が上がった理由はね、捨て頃2を潰すためなんですかって上がったんだ。でもお前は、そう、お前がね、でも君たち2人は関係ないって言ったよね、リナに。関係ないって言ったよ、ね、この話関係ないって言ったよ。関係ないやったら言う必要なくないか。知ってんだよ、何か。絶対知ってんだよ。だっておかしいじゃん。こいつは知らない系で上がってきてんだよ。でも裏で、アメリカ人が私の知ってた理由は知ってるんだよ。おかしいな。いや、字幕では言ったよ、普通に。字幕では言った。今言えよ、うん。それは普通に、その、だから、まあ、ね、配信初日一緒、日にちが初日一緒で、アメリカ人仲良くしとったっていうのはある。それで、出るか出んかはリナ次第やけど、とりあえずいろんな人が来るし、ね、業界の人も来ます、いろんな人が来ます。それでリナが行ったら、いろんなね、あの業界の人から話がかかるかもしれんっていう、いろいろそういうのがあって出たいってなったの、リナが。ただそれだけ。それでなんでリナ猫を誘って。捨て頃が潰さんとかじゃない。潰すとかじゃなくて、別にそんな話関係ないじゃん。最初から、そのリナ猫がバーって閲覧が上がって、うん、で、まあ、自分も宣伝にもなるし、手頃の宣伝にもなるし、まあ、カソなりにで、いろんな企画とかも呼ばれるよって。カソとかの時とかもずっとリナ猫だけがこう目かけてくれてたんで、その同期で。で、それでまあ自分がこういう話が触れるから、だからリナ猫にまあ、恩返しじゃないけど、唯一できることがこれかなと思って。そう、リナがその芸能人とか好きなん知っとって、それで言ってくれたの。なんで今もったいぶる必要があったの、この話に。え、あれ関係ないって言われたけん、わざともったいぶった。なんなの、お前。何だって関係ないとか、足の裏とか言われるもん。何じゃねえよ。何だって関係ないって言ったやん。何全く関係ない話じゃねえかよ。うん。しかも、レンちゃんが言わせればその通り、捨て頃の宣伝してもらわなくていいんだよ。お前がそういう立場じゃないこと分かる。ていうかね、捨て頃宣伝って言うけど、捨て頃もう30万人集まってるんだ。十分だからね。そう。うまあ、あのチケット完売だから、ね。何リナが捨て頃の宣伝っていうか、とりあえず、あの、出たら、あ、捨て頃出る子やってなる、つったらそれだけ。リナは、捨て頃出ますって行く、そういうあれじゃないの。おかしいじゃん、お前は。捨て頃だから、なんで上から目線で捨て頃を宣伝してやるみたいな態度なの。は、上から目線って、だってお前らの方が上から目線よ、エクソワード。鮫島さんが言いたいことはリナも話聞いとったけど分かるよ。なんでワードにそんなリナがブツブツブツ上がってきた瞬間、リア猫そういうの話じゃないって言われたら、言われないかんのに、さっさとリア猫話って言われないか。嫌いだとか、おかしくない。今置いとけ。いや、嫌いとかじゃなくて、この件で上がってきたのに、まずその話しようと思ったら、話、その話違うよって言われてよ。リナが話そうとしたら言えよって、おかしくないそれは。いやだから和道にそんなね恨みか何かあるか分かんないけど、そういう当たり方、恨みは一切ないないけど、じゃあ上がってきた時にまずその話関係ないって言われたやん。なのになんでリナが言いたいって言った時に、だって関係ない話題だったんだ。え、だって言えって言ったやん、この二人言えって言ったやん。リナはそのことできたの。お前が途中まで言ったからだろ。お前はでも最初に関係ないって言われたけん言わないってなった。おめえがなんか知ってんのかなと思って。リナ猫の話題は別に出してないよ。コメント欄でそれを俺らが言ったみたいに誤解してたから、それは関係ないよって言ったら、なんで発狂してんの。そういうこと。しかも、じゃあもうこの話だけでいいです。この今の争点っていうのは、こいつが捨て頃2潰してやりますって俺に言ったの。その後にだって何言ってもダメやもん、そんなの。ダメなのって言うと、うん、じゃあだって俺はダメ。鮫島さんはそうやって聞いたんでしょ。鮫島さんはそうやって聞いたかもしれんけど、リナは普通に聞いたのは、そういう雰囲気の話はされた。雰囲気ってだから具体的に言ってっつってんの、それを。やけん、だってもうそうじゃん。じゃあ雰囲気のこと言われたじゃなくてね、リナ猫。いいですってなるでしょ。リナ猫さ、鮫島さんごめんなさい、あのリナ猫さ、そういう雰囲気のこと言われたって言ったけど、具体的に言ってよ、どんなこと言われたの。え、言ったやん、聞いとった人の話。上がってきたとき言ったくない普通に。じゃ言えよ、ね、だって自分配信しようや、言えや、配信しようんでしょ、ワードな。綺麗や、じゃあそんなん言うんやったらイライラする。もう一回言え、おかしくないそんなん。俺が言って、もう一回言えじゃなくて、人の話聞かずにいちいち配信につけて、そんなんリナに言ってくる必要ないよ。だから分かった分かった、じゃあリナ猫は確かにクモリュウが気に食わないっていう発言を聞いたんだよな。クモリュウ気に食わないです、まあ、で、そう、うん、そう、そのことは聞いた。だから、だからそう捉えられるような発言を私にしてたよって言いたいんだよな。うん、俺にははっきり潰してやるって言ったの、ね、うん、その会話の時にお前はいなかったんだから、ね、そう、おらんかった、おらんかった、言えねえよ、そうよ、うん、
そう、リナは鮫島さんに言ったんかもしれんけど、リナが上がってきた理由はそこじゃなくて、そう、俺はじゃあそこじゃないんだよ。お前の取り方じゃないんだよ、うん、俺がそう聞いたことをそのまま包み隠さず言ったら、こいつはそんなこと言ってません、鮫島さんの妄言ですと、虚言ですって言ってんの、うん、こいつが。だからそこに対して俺は切れてんの、うんね、じゃあ一言で言わせてもらったら捉え方の違いだと思います。でリナも関係ないんで、もうこの話もめんどくさいです。だって違うもん、そんな何が違えんだよ。だってそんな捉え方が違うだけだって、リナ鮫島さんの話もわかるもん。それでじゃあ潰すって言われたら、じゃああそうやなって思う。祝電はそれはやりすぎやろ、アメリカ人な。言ってない。俺はパイプがあるって言ったんで、それはやりすぎ祝電、うん、俺セゴロ2ぐらい潰せますよって言ったの。そんな力ないでしょ、この人に。だ言ったの、俺に。力があるかどうかなんかどうでもいい。言ったの。うん、それに、レンジョ太郎から DM で、マハ祭りのミラーしたいっていうメールも来た、うん、メールか連絡かが来た、鮫島さん、どう思いますって、うん。そういう相談も受けたの。だってそれだったら、もうサメさんに送っとるじゃないですか、DM とかを。何？いや、DM とかじゃん。車の中で聞いたから、別に。そんなの。俺は証拠よこせなんて一言も言わないから、配信がに、そんなくだらねえ話。ああ、そうなんだなーと思って、別に頭の隅に置いとくだけ。別にそこまで考えることじゃないから、くだらない話だし。うん。で、お前ね、だおね、リナ猫は、捨て頃2出るのに、マハ祭りのランドガールやるなんておかしいだろ、契約違反だろっていうコメントがあったから、いや、便所太郎も裏でマハ祭りのミラーしたいみたいなことをアメリカ人に持ちかけてんだから、うん、ね、リナ猫がどうやってもいいよねって話をしたら、こいつは、俺そんなこと言ってません、鮫島さんの台本に載りますって笑いながら言ったんだよ。その瞬間、うん、俺はこいつがマジサイコパスに見えたんだよ。どう思う？サイコパス。いや笑うんじゃねえよ、めマジでよ。笑ってんじゃん。いやもう面白いとしか言えんもん、こんなん面白いやろ。何面白いの？俺が嘘つき呼ばれされたんだよ、こいつ。正直鮫島さんのまま言ったんだよ。お前笑ってんのよ、マジで。ごめんなさい、笑ってないです。マジ真面目に聞けよ、お前。笑ってないです、ごめんなさい、はい、俺嘘つき呼ばわりされてんだぞ、こいつに。そんで便所太郎をね、悪い方向に陥れようとしてるみたいな言い方されたんだぞ、こいつに、うん、な、怒らねえ理由があるか、うん、結果アメリカ人が悪いな。証拠云々じゃねえんだよ、俺は聞いたことありのまま言ってるだけなんだよ。証拠なんかいらねえんだよ、こいつが。間違いなく、うん、うん、間違いなく俺は聞いてないよ。ステゴロ2も潰してやりますと、クモの竜をやれば簡単ですよって、うん、まあそれでもできなかったらね、電話できます、俺パイプありますから。これでも普通にどう考えてもクモの竜が問題起こしたらクモの竜出れなくなるんじゃないんですか。違うね、ちょっと待って、おい、いいとこ、ちょっとオッケー、あのね、クモの竜が出なくなったら潰れますよねっていう考えが、あ、ちょっと、ね、アメージ、ちょっと待って、アメリカ人にそういう考え方があるからそういう発言が出てるんだよ。クモン竜が出れなくなりますよねっていう話をしたんですよ。僕クモン竜以外、クモン竜が気に入らないってもともと根源にあるんで。いや、そもそも便所太郎も気に食わないってお前は言ってた、うん、いや言ってたよ、お前は。どうでもいい、もうわけわからない、もう何どうでもいいって。もういいですか、もうリナ猫もあげたし、終わっても。何終わってもって。いやもうめんどくさいです、もう偉いっすもん。じゃあ認めろよ、お前が言ったこと、発言したこと。そしたら終わっていいよ、もういいよ、構わねえ、全然。よくわからん。いや、よくわからないじゃねえんだよ、お前が言った発言を認めろっつってんだよ。だって俺してないっすもん、言ってないっすもん。いや、言っただろ。いや無理っすよ、今言ったな。普通に例えばこれが何も、お前な、俺お前のことすごい気にかけてたのにな、まさかこんな形でな、ね、裏切られるとは思わなかったよ。俺ベンズ太郎とは仲いいんだよ、ワドのセコンドもやんなきゃいけないんだよな。見事にやってくれたな、お前な。やればいいじゃないですか。やるに決まってんだろ、当たり前だろ。いや DM のその話乗っかって、その嘘は僕が悪いですよ。いや違う、お前は言ったから、発言、嘘に嘘をしたついたんだよ、お前は、うん、嘘に嘘って何なんすか。当たり前だろ、お前が言った発言なんだよ、それは。俺はお前から聞いてんだよ、うん、そんなこと言うか、俺思いつくか、そんな発言。普通に考えてみろよ、俺思いつく？あ、そうだ、便所太郎から DM 来たことにしようって俺思いつくか、とっさに。鮫島さんってね、裏取ってからね、めくるタイプなんだよ。だから
鮫島さん付き合い長いと分かるけど、証拠があったりとか裏取って徹底的に潰すタイプだから、鮫島さんから嘘つくタイプじゃないよ。いいっすよ、もう。いや、俺そんなこととっさに嘘つけるか、すげえ天才だぞ、そんなこと言えんだったら。裏が取れてないぞじゃなくて、そう、鮫島さん聞いてることなんだよ。そう、別に裏取る理由はないんだよ。そうだ、 DM 取るもらう理由ないだろ俺が。そう、なんでもらう理由あんだよ、別にくだらねえ話だもん。ああ、そうなんだぐらいの終わり。それで何でもいいですもん。裏なんか取れないで、俺はこいつが聞いた発言を全部正直に言って、俺がそんな嘘をつくメリットがあるんですかって話です。はっきり言ってないです、くだらないです。俺はこいつをかばうために正直に言ったの、そうやって。いやね、鮫島さんが証拠を出さないといけないんじゃなくて、証拠を出さないといけないのはアメジンの方だよ。まあ言ったらいいんだもんな、俺には。俺が全部嘘ついてんだもんな。いや、いいよいいよ、ユーガ、あれは俺が悪いんだよ、ユーガ。お前を脅迫した俺が。いや、わけわかんねえから、マジで。なんで聞いたその場で突っ込まなかったのって、別に、へえ、そうなんだって終わりだよ、別に。へえ、そうなんだよ、便所って非常識なんだねって終わりだよ、別に。その終わり。それ以上ないんだよ、俺が引っ張れんの？配信外で受けた相談で。ねえ、ましてはね、別に捨て子の通、その時はワドにまだ言われてない時だよ。そんなもんどうでもいい話だ俺からすれば。ああそうなんだねーって、はっきりお前捨て頃2潰してやるっていう発言もした、間違いなくした。お前上等だよな、俺嘘つき呼ばわりするんだったら。お前一生後悔させてやる、マジで。何でもいいです。何でもいいですじゃねえよ、うん、お前逃げんなよ、俺から。俺から逃げれると思うなよ、お前。逃がさねえからな、絶対。マジで絶対逃がさねえからな、お前。マジで何でもいいっす。マジで何でもいいんだよ。いい、大丈夫だよ。お前が黒って証明してやっから、俺意地でも。上等じゃん、お前。マジで何でもいいです。お前、その代わり関係変わったからな、お前。何でもいいです。分かったな。何でもいいです。うん、はい。だ、分かった。俺のツイッター見とけ。お前からもらったライターを粉々にしてやっから。え？あんなもんいらねえよ、お前。それでもいいです。それでもいいです。それでもいいです。はい、な、俺を嘘つきにしやがってよ。ありましたもん。な、それでもいいよ。お前認めんなら今のうちだぞ。俺はお前が認めれば別に何ともない。別に。それでもいいです。ライター。ライターちょっとなんかまああんまいい気しないですけど。じゃあいらねえよ、お前みたいな嘘つきからもう。だからもうあげたもんなんで、あげたもん。いらねえよな、もう。使いたくもねえよ、そんなもん。あんま使われてない。おめえな。あの日もな、ライターもらった時もな、俺な、こんなこと言いたくないけど、メリッサにな、金置いてって帰ったよな、俺な。全部、カラオケ代も食事代も全部、誕生日プレゼントやって。食事代は僕らが、俺5000円渡したよな、メリッサに。5000円は誕生日代にもらいましたよ、メリッサに。それで相殺できないか、俺がご馳走されたもの。な、俺そこまでやな、お前らな、若い夫婦でね、高くちゃいけないと思ってね、お前らいらないいらないって言ったから、うるせえ、どっか行けって、はい、俺そのまま帰ったよな。な、俺の行為を無駄にしたな、お前な、すべて。いいです、いいです。お前、覚えてろ。ライター粉々に。うるせえ。変わらないと思いますけど、ね。当たり前だろ、変わるわけねえだろ。おめえが認めるまで変わんねえ。はい、もういいっす、それ。当たり前だろ、5000円だろ、女も1万円なんか渡すわけにいかねえんだよ。それでいいです。ごちそうになった分を返しただけだよ、俺は。それでいいです。はい。それでいいって何なんだよ。はい。はい、それでいいです。いや、だ、ツイートする。ライター粉々に。はい、うるせえ、みたいな、お前、調子乗んなよ、マジで。本当よ。お前、おちゃらけてんじゃねえよ。なんでお疲れ様でしたって。もういいです、終わります。はい、お疲れ様でした。ワド、また話す。また、連絡見たから、LINE の。了解です。よろしくお願いします。了解、うん、わかった。よろしくね。リスナーさん、すいませんでした。失礼します。まあ、大丈夫だよ。大丈夫だよ。はい。思い当たるところっていうか、実は話してないことがいっぱいあるんだよ、これ。まあちょっとね、別件なんだけど、俺はちょっとアメリカ人に対する不信感みたいなのがあったのね。アメリカ人に対してそのマッハ祭りのことでちょっとおかしいなっていうところがあって、ちょっとその辺も話したかったんだけどね。まあほら、ドレさんからずっと相談受けてたから、ちょっとないなっていうのはあるんだよ、俺の中で。その
アメリカ人とその原田さんとのやり取りとか全部知ってるから、で結構そのアメリカ人って裏で言ってることと配信で言うのがちょっとずれるタイプではあるのね、正直言うと。個人的にアメリカ人嫌いとかないんだけど、ちょっとまあまあこうなるのもわかるなっていうのも俺の中であるかな。まあ皆さんお疲れ様でした。アメリカ人終わった？お疲れっす。いやあのね、いやあのね、アメリカ人結構裏で言うタイプではあるのよ、誰々が気に入らねえっていうのをさ、あれは別に認めちゃってよかったんだよ、別に潰すって言って何が悪いんすかって。要は鮫島さんが怒ってんのって、俺が嘘ついたみたいになってんのやめてくんねっていうことだから。彼っていうのはアメリカ人、いや気になるよ、気になる気になる。こんばんは、お久しぶりです。いやっていうかね、アメリカ人結構プライド高いタイプだから、でちょっとアスペっぽい気質ではあるから、ちょっとトラブル抱えやすいっていうのはあると思うんだけど、ほらそのドレさんと、ドレさんがマッハ祭りの件でっていうのをずっとドレさんから聞いてたから俺は。でほらドレさん出るなって言ったじゃん、マッハ祭り。そういうのもいろいろあんのよ。サジ投げんのは良くないね、やっぱりね。鮫島さんは俺嘘ついてるようには見えなかった、正直付き合い長いから。どうなんだろう、いやサジ投げんのは良くねえなとは思ったけど、いや言ってねえんだったら言ってねえ、とことん突っ張ればいいんだけど、結局じゃあどうでもいいっすよみたいになったのはちょっと悲しいかな。鮫島さんが怒ってるのはミラーの話でしょ。ほんとね、ミラーの話を、要は俺が言ってないのにっていうところでしょ。そうそう、スパッと認めればいいのに、別に謝る必要もないけど。ヤオリンゴさんハートありがとう。ドレさんはなんて言ったのっていうかね、ちょっとね、マッハ祭りのドレさんの件については長くなるんだけど聞いてくれる？いやあのね、ドレさんはね損してるんだよ、はっきり言って。マッハ祭りのことに関してはでね、誰かがね弁解しないといけないんだけどね、俺も言っていい内容なのかちょっとあれなんだよね。でもね、はっきり言うけど、ドレさん悪くないよ、この話聞いたら。この話聞いたら、多分みんな、その、なんかドレさん叩いてた人も、ちょっとさすがにないねって言うとは思う。拡大解釈する癖はあるかもしれないけど、でも論点はそんなずれてないでしょ。拡大解釈ではないと思うよ。ドレさんはね、ストレス溜まってると思うよ。だからそのドレさんのことなんでかばうのっていうのは本人から口止めされてたんだけど、正直言うとそのドレさんがマッハ祭り辞退するっていうことに関しては、俺は辞退して正解だと思ってて、まあそもそもなんだけど、ドレさんは捨て頃出ないっていうのは確定してて、でそれは本人、俺は出ようよって言ってたんだけど、まあ出ないって、それは便所さんといろいろあったからなんだけど、でドレさんは正直言うとマッハ祭りがそのあるっていうところですごく夢を見てたんだよ、ドレさん。それはドレさんの思い込みだったんだけど、マッハ祭りって伝統があるプロの格闘技だから、そのマッハ祭りに出れるっていうのを本人はすごく喜んでたの、そういう話がちらほらあるっていうことで。でドレさんもぜひ出させてください。でドレさんはね、その素人の大会もう54歳でもう選手生命がもう今年最後だっていう風にかけてたんだ。で俺も最初は賛成してたの、その捨て頃に出るよりもマッハ祭りでオファーが来てるんだったらいいよねって。でまあまあその出る出ないっていう話、出るっていう話で進んでいたのは事実なの。オファーがあったんじゃなくて、ドレさんが出させてくれって言ったのね。まず論点1、ドレさんがマッハ祭り出たいですって言って、で向こうもああぜひぜひっていう関係だった。だけど時が経って変わって、アメリカ人が仕切るようになったんですよ、運営サイドとして。でドレさんがその捨て子のディスとかをしてる時に、アメリカ人と原田さんが枠に上がって、俺らはその捨て子のディスやめてくんねって言ったの。原田さんとアメリカ人がドレさんに捨て子のディスやめてくれと。でそのあんた別に確定選手じゃないからって言って、メンツが潰されたのよ。いや俺はねって、その
なんつうの、盛り上げるために配信者としてって言ったんだけど、いや関係ねえっつって。でドルさんは反省してたのよ。あ、ちょっとあれだったなと思ってごめんなさいねって原田さんにも裏で謝ってた。でその蓋を開けてみたら、そのアメリカ人が何を言ったかっていうと、エントリー募集枠やってるからお前トツかけてこいよって言ったのよ、ドレさんに。それはなくない？ちょっと。で配信者同士でやるっていうふわっち枠でやるってなったの。だからドレさんの思い込みでプロとやれるって、最後その自分の格闘技人生終わりって夢見てたんだけど、なんそれ捨て頃のね、変わんねえじゃんっていう風になってなえてたの。そうで、さらに言ったらアメリカ人に、その、いや、エントリー募集枠やってるから、お前、トツかけてこいよって言われて。で、ドルさんは相談受けてたのよ、俺。どうした方がいいかなって、出た方がいいかなって。俺、原田さんのところで最後、自分の、その、格闘技人生最後にする場所をどうしようかなって言って。いや、どうなんだろうねって俺もわかんねえわ、つって。でも、俺は捨て頃なり、その、原田さんのところにわかんないけど、夢叶えてほしいっていうことをずっと言ってて。で、まあその原田さんとやり取りしてたんだけど、それでもう精神的にね、やっぱり参っていく部分とかもあるから練習とかも出なくなったんだけど、まあそれ達彦の件とかあるじゃん。で最終的にドレさんは出ませんっていう決断をしたんだよ。ここが重要なのね。ドレさんは原田さんに裏でもう辞退しますっていうことを言ったので、そしたらで今後どういう風にもう出るみたいな空気になってたからどうしようかなって言ってた時に、アメリカ人が次の日に、だよ、原田さんに相談してたのに、アメリカ人が次の日になんて言ったかって言ったら、出ないことが確定したって言ったの。要は今後どうするかを原田さんとドレさんは決めてたのに、蓋開けてみたら原田さんとアメリカ人が通過で勝手にリークした状態なのよ。ありえないじゃん。でしまいにはそのマッハ祭りの出場選手の記者会見があるから出ないことを表明しろって言ったのよ。俺聞いたことないんだよ。あの出る選手が記者会見やるんだったら分かるんだけど、出ない選手が出ない理由を記者会見するなんて聞いたことないじゃん。それで俺出るなっつったの。もうそう、そういう経緯とかがあったり、二転三転したり、原田さんとアメリカ人が通過で、で他にも言えない話があるのね。他にもあるの。そうだから俺はそういうなんかそのなんつうの、ドレさんに対するアメリカ人の態度とか、あとトムソーヤ池上に対する態度とかずっと見てきたから、ちょっと泣くねえかっていうのがあったのよ。うん、そう、運営側のリスクマネジメントって何？うん、だってドレさんがその出ない、やっぱ出るのやめようかなって配信者同士ってなった時、原田さんが出てくださいよって言ってたんだよ。選手が足りなくなったら出てこいって言って、で自分が出たいって言ってた時はエントリーお前並べ、列に並べって言われたんだよ。で今度出ないって言ったら、あの記者会見で出場選手で僕が出ない理由を述べろって言われて、えーって悩んでるところで、なんだそれって悩んでるところで、次の日にドレさん出ないの決まったよってアメリカ人がリークしてんだよ。おかしいでしょ。うん、いや今ドレさんの話だよ。まあ、っていうのをドレさんからずっと相談を受けてたから、俺はちょっと違うんじゃないかなっていう。いやそれが本当だよ。ただまあぶっちゃけた話、あのドレさんには黙っててくれって言ったことだから、これは俺が責任持つよ。ドレさんにふざけんじゃねえよって言われてもそうだけど、さすがにドレさんかわいそう。さすがにそう、運営サイドがガッタガタな思う。ドレさん出ないよ。うん、本人認めないってどういうこと？うん、だからちょっと意味が分かんねえなっていうのはあったね。どうなんだろうっていう、うん、っていうのは俺の中である、正直。だしそのなんだろうな、やっぱりその興行ぶつけられた便所さんっていう気持ちもわかるしね。うん、だから証拠があるかないかで言ったらわかんないよ、その DM の件とかは。DM の件とかないけれども、そういうのが多すぎるっていうか。ドレさんは入院はしてないよ。うん、
だからちょっとドレさんが言われのない逃げたっていうかさ、それをさ、俺ね、ドレさんかっこいいなっていうのが原田さんのせいとかアメリカ人のせいに一言でもしてた。それかなんかもう見てらんなかったね。その配信上で原田さんの悪口言うわけでも、ドレさんのあのアメリカ人の悪口を一言も言わないで、あの人全部自分のせいにするタイプだから。で、アンチからすると逃げたとかさ、出られねえとかさ、ちょっとかわいそうだったね。そう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 、年上に対するリスペクトがちょっと足りねえんじゃねえのっていう。そう、ドレさんは他人の悪口言わねえから。ゆうがさんいらっしゃい。電話に出た理由？うんうん、どういうことだろう。まあドレさんは男だけどちょっと挽回したかったっていうのはあったね、いつか。うん、ドレさんそんなに、原田さん悪い人じゃないんだけど、正直アメリカ人がマッハ道場で多分ね気に入られてて、配信のことなら任せてくださいよってなってるんだと思うよ。だからなんつうんだろう、アメリカ人が振り回してるっていう部分があると思う。うん、サクったらいらっしゃい。リスナーのことはボロクソに言うっていうのは、だからちょっと表現が下手だから。でもその誰かの顔潰そうとか一切ないんだよ、あの人。うん、いや、ゆいがさん、それより25日の来てくださいよ、解説で格闘技頼みますよ。ゆいがさん来てくださいよ。俺とあの殴り合いは僕らやるんで。もともと僕ゆいがさんとなんか やりたいっていうのは昔からあるんで、先輩力貸してくださいよ。25日の鮫島さんとゆいがさんの解説でやったらすげえ盛り上がるんで。嫌なんだ。いや、原田さんはいい人すぎてどっちつかずなんだと思うよ。原田さんはみんなにいい顔するタイプなんだと思う。悪い人じゃないよ。アメリカ人映像や物販のみ担当してる。いや、だから映像っていうのがふわっちの生放送だと思うの。根、うん、回しするべきだ。いやいや、根回ししてるよまあいいんだよ。いい試合が引退試合になってほしい。ドレさんはもう今年最後だろうね。だから試合で最後格闘人生終わってほしいっていうか、俺は正直今でも捨て頃どうにかなんねえのかなっていうのは実はあるけどね。捨て頃今から便所さん男気で出してくんねえかなっていうか、ドレさんの墓場作ってくれっていうのはあるよ。でもし便所さんがね、男気で無理くりそのドレさん出す機会作ってくれるんだったら、俺はもう無理やり出させるけどね。もう最後のチャンスだからって、人前で殴り合いできんのこれ最後だと思うから、乗っかってくれって、土下座でも何でもしてドレさんに出てもらうけど。何憶測で物言わないでって。まあ無理なのは分かってるけどね。でもみんなが見たい試合、ドレさんやっぱ見たいんじゃないの。捨て頃でドレさん見たくない。まあ無理だと思うけどね、分かってるよ。いや、アメリカ人は頑張ってるんでしょ。捨て頃っていうのを対抗馬でぶち上げちゃったから、マッハさんに多分捨て頃見たくできますよって言ったんだと思う。だからどうにかしようと思ってんだけど、トム・ソーヤ、池上と自分しか出ないっていうので焦ってるんだと思うよ。要はキャパオーバーなんでしょ。それをすごく感じるね。本人はすごく頑張ってるから、俺はそこはあのアメリカ人のいいところだと思うから頑張ってほしいんだけど、だやり方がね。マッハ祭りエントリーしないよ。俺は捨て頃裏切るようなことしない。俺は捨て頃ファイターだよ。悪いけどマッハ祭りはエントリーしないよ。そんな便所さんの顔に泥塗るようなことやるわけねえじゃん。だからリナネコもどうかと思うよ。便所さんの顔に泥塗ってんだから。そう思わない？まあ便所さんはそうは言わないと思うけど。
俺は便所さんの顔に泥塗ってるようにしか見えないけど、リナ猫は。いや、リナ猫、いや、言うよ、別に。俺別に本人、ここでしか言えないことなんかないよ。普通に泥塗ってんでしょ。ドレさん対戦してほしい相手なんか一人しかいないじゃん。便所さんとドレさんがファイナルでぶん殴り合いだよ。まあ、弁護士さん立場ねえわな。まあだから3とかルール変わるんじゃん。格闘技他の大会に出ないでくれっていう。目の病気っつうか、ただの寄り目だからね。まあいいんじゃん。うん。身体的欠損とか身体的なこと言うっていうのは、俺は、まあ、リナ猫の顔足の裏って言ったから、どっちもどっちじゃん。俺の足の裏にそっくりなんだよね。まあリナ猫の自由だけど、 もちろん権利はあるんだよ。ただまあ筋は通すのが普通だと思うけどな。そうそうそう、まあリナ猫に権利あると思うけど、まあ顔潰れるじゃん普通に大人か考えたら。だからまあこのブッキングはないよ。うん、そう思わない。リナ猫はラウンドガールだから何にもないでしょ。まあ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 、それはまあ幼いんでしょ、リナ猫が。まあいいんじゃない、権利はあるんだから。契約書には書いてないし。ただ俺はありえないと思ったけどね。揉めるに決まってるじゃん。でもオファーする方もオファーする方だよね、相手の選手から。要はね、他人のふんどして相撲取るやり方俺綺麗なんだよ。うん、普通は仕事もらえなくなりますよね。うん、いやだから男気よ。まあまあ、だからそれがいいっていう人がいいんじゃない。俺が選手で俺はそういうことやらないけどね。うん、まあだからそれが分かんない人たちが応援してればいいんじゃない。まあ普通に考えてダブルブッキングに近い状態でしょう。ただでさえね、そのかぶさってきてるわけだから。俺はそう思うけどな。あ、もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。まあまあ、ここは配信者の面白いところなんだけどね。全員自分のことしか考えてないっていう俺も含めて全員自分のことばっかり考えてるのが配信者らしくていいよ。まあ、こういう揉め事もまあ祭りでしょ。俺はだけどちょっと鮫島さんのこと考えたら悔しいっていうか、鮫島さんめちゃめちゃアメリカ人のこと可愛がってたからさ、うん、本当にプライベートで可愛がってたのよ。配信外でもアメリカ人可愛い可愛いっつってさ。だから悲しいと思うよ。まあいいんじゃん。うん、アメリカ人も頑張るべきだし。いや、あそこはね、普通に何が悪いんですかって。僕はマッハ祭りっすよっつって、潰れてほしいに決まってるじゃないですかぐらいやったらかっこよかったんだけどね。言うに決まってるでしょっつって、便所さん負けませんよぐらい言ったらファンブワーって湧くでしょ。便所さんもね、ふざけんなってなるし、それを見たかったんじゃないの。いや、つてごろなんかクソでしょってあそこで言った方がかっこよかったと思うよ。そんな感じしない。俺は別にそれ認めていいんじゃないっつって、言いましたよっつって、つてごろ潰れてほしいっすねっつって、マッハ祭り最高とか言っててればかっこよかったのに。そう、なんかなんつうの、立場考えて物言ってる感じがしたかな。いやだから本音言えよって言ったじゃん俺。別にだって運営サイドなんだから、マッハ祭りのうちの方が面白いに決まってんじゃないですかっつって、その方が良かったんじゃないのか。いや板挟みなの分かるよ、分かるけど、そのやっぱりその鮫島さんとか便所さんとかみんなに好かれようっていうのは無理よ、あの立場で。あいつは運営って書いてるんだもん。マッハ祭り運営だったら運営らしく振る舞うべきだよ。
そうだね。俺アメリカ人のこと嫌いじゃないかんね。あいつの立場が難しいの分かってるけど、その自分のリスナーとか自分のポジションとか自分のイベントは自分で守んないと、うん、って俺は思うな。アメリカ人のこと嫌いじゃないよ。うん、そうそう、鮫島さんは怒るのは分かる。そうそう、盛り上がっていいんだよ、全然対抗馬でいいんだよ。だからどっちつかずで、その捨て頃にも出たいバックレターで、今度マッハ祭りの運営ですって、もう完全にさ中指立てたわけだから徹底してほしかったね。うん、中指立てるんだったら中指立て続ければいい。だって言うに決まってるんだもん。うん、いや原田さんがどうとかは分かんない。原田さんに生放送のことよく分かってないかんね。原田さんが一番胃が痛い状態じゃん。なんだかよく分かんねえみたいな。さあ、あと辰彦もね、もう辰彦ははっきり言ってね、マッハ道場抜けた方がいいと思うよ。あの正直言うと、マッハ道場でね練習なんかできるわけねえよ。そう思わない？あの、うん、あのマッハ道場が悪いとかいいとかじゃなくて、無理だよこんだけ揉めてんのも。マッハ道場抜けな。そう、練習一緒にやるんだったら俺別に全然ジムとか腐るほどあるし、今はマッハ道場にいるべきではないと思う。今日の流れ大体分かってるよ、大体把握してる。ディティ、細かいディティールまでは分かってないけどね。まあなんかサジ投げたっていう印象だったな、アメリカ人は。サジ投げちゃった、めんどくせえってなっちゃったっていうか、もうどうでもいいってなったらダメでしょ、うん、そうそう、中指立てたら中指立てたままじゃないとダメでしょ。別に中指立てんのなんか配信者の仕事の一つなんだから。わかんない、原田さんがなぜ始めたのかはわかんないね。原田さん いい人だよ。めんどくせえはダメだよな。まあ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 、配信会はねすごい、うん、なんつうんだろう、難しい世界だからね、うん、いやクズ極めんのは配信道でしょ、基本中の基本だよ。まあでもあれじゃん、そのアメリカ人に関しては溜まってるもんがバーって噴出した感じがしたけどね、そのいろんなものが積み重なって。要はね、一回嘘つくとね、嘘が細かくいろんなところに出るから、嘘を一回ついたらつき続けないといけないんだよ。だからめくれてくんだよ、どん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 、うん、まあまあいいんじゃない、仲裁つうか俺はどっちにつくつもりもないけど、一体言わないよ、わかんないけどさ。まあでもあの状況からして、あの鮫島さんのブチ切れ方とか鮫島さんの性格知ってるから、俺あの証拠なんて一体言わないには何も出せないけど、俺はみんなよりもリアルな鮫島さんとオフのアメリカ人とかずっと見てきてるから、あの切れ方はまあ鮫島さんはそのすっごい細かい言った言わないに執着してる時っていうのはまあ本当でしょと思うよ。じゃないと切れないもん。ニビル星人いらっしゃい、ハートありがとう。まあ損だけど、ここはトツかけねえとなと思って、俺は鮫島さんしちゃってるからさ、うん、まあ DM がね嘘だったとかね、いろいろあるけど、トレさんは怒ってるわけじゃなくてちょっと悲しんでる感じかな。まあさっき説明したんだけど、ハイエナハゲルさん、
あのドレさんはもう夢見てたから最後の勝負をマッハ祭りにって言ってたからちょっとかわいそうだったね。だから鮫島さんにメリットないでしょ。メリットもないも何もね、あのなんつうのアメリカ人にこう言われたっていう話じゃんそもそもが、うん、嘘つく必要が全くないんだよね。リオさんありがとう。バフェアイテムありがとう。いや鮫島さんからすると激おこでしょ。嘘ついて盛り上げたりする時の言い方と本気の時の言い方ぐらいわかるよ。肉肉さんそこまでバカじゃないよ。要は悪だくみしてる時の鮫島さんって嘘っぽくやるもん。あれ本気の怒り方だもん。ジッポぶっ壊してた、うん、もうじゃあ決裂だな。いや今回そうそうそう長く見てたらわかるんだよ。あれは鮫島さん本気の切れ方だったね。だから止めなきゃと思ったんだよ可愛がって。ああ本気だわ。これで嘘なわけないじゃん。これで嘘だと思う。ああもう完全な仲違いでしょ、うん、これはあのジョーズっていう鮫島さんがやってたあのチームのジッポなんだけどアメリカ人のプレゼントなのね、うん、もうこれ本気でしょ。マジ切れでしょ。いやパフォーマンスじゃないから言ってるんじゃん。いや鮫島さんはいや言いましたよって言ったらだよなんで終わってた話なんだよ。だから要は鮫島さんに対して嘘をついたっていうのが気に入らないんだよ。鮫島さんそういう性格だから。いや本気だね。まあ鮫島さん昔から知ってる人だったらどういう状況かわかるでしょ。あこれ本当なんだ嘘なんだって。いやオカリナさんから証言出てくると思うよ。いや言ったよって。その時にアメリカ人がどうするかな、うん、そう鮫島さんは人からもらったものをめちゃめちゃ大事にするから、うん、あと意外と気持ちで動く人だからでも鮫島さんちょっとショック受けてると思うよ正直。内容はっていうかねあのアメリカ人は結構配信外で文句言うタイプなんだよ正直言うと。アメリカ人は配信外で愚痴るタイプなのみんな知ってるのよ。だからさすがにそれはなくねえかって。リナネコもなんか隠してたでしょ擁護派に回ってたけど。でもそれはアメリカ人のためにならないよ。なんでそのミラーの件で鮫島さんが詰められてんのか分かんないんだけど頭悪すぎるでしょ。それを詰めるのはアメリカ人に詰めないといけないんだよ。だそんな証拠なんかないんだから。まあ太郎さんはしょうがないっていうか弁護さんはプロモーターだからこれ仕事だから、うん、胃が痛くなってなんぼでしょ。だって120万稼いでんだよ前回。もっと苦しめって思ってるこれは。弁護さんはこれ仕事だから金もらってっからもっと苦しめもっと苦しめって負荷かけろ負荷かけろ、うん、それはしょうがないよ、うん、だからミラーの件はアメリカ人が嘘ついたって認めてたってことはアメリカ人が悪いって話したからね、うん、いや言いたいこと言えばいいんだよ配信者なんだもん。うん、またガスター点でしょ。ミラーのこと言い出したのは鮫島ってだってそれを嘘を吹き込まれてたんだから。で後で嘘だっていう風にめくれたってことはアメリカ人が悪いってことじゃん。なんで肉肉これが分かんないの。アメリカ人が配信外で嘘だっていう状況を吹き込んでて鮫島さんはそれを口に出しても別に鮫島さん悪くないでしょ。相談受けてたんだから。
それを認めたってアメリカ人が嘘でしたって認めたってことはアメリカ人が悪いって話なんだよこれ。うん、そう。で、そこ怒ってないの。そう、いやいや、それずっとトークでやってたじゃん。だから肉肉だけ分かってないんだよ。だから鮫島さんが悪くないっていうことを認めたんだよアメリカ人は。ごめんなさい嘘ですってことよ。そう、つまりアメリカ人が自分が嘘ついてましたって、でそれだけじゃないだろうっていうのが論点の、まあ、だからリテラシー低い人は鮫島さんが悪いって誤解しちゃうんだよね。だからまとめに入ろうとしたの。一回整理するためにちょいちょい入ろうとしたけど、鮫島さんが激アツだったから、もう熱くなってたから入れなかったっていう、ん、要は何しに来たんだ和道っていう状態になったの。俺はあんだけ盛り上がっちゃったら一回整理しないとダメだと思ったから入りに行ったのよ、うん、そうそう、要はミラドコテの、要は嘘ついてふざけんじゃねえ、なんかやってもいねえことどういうことだって言って切れてたのは便所さんね。そうそうそう、早めにごめんなさい嘘でしたって言ってたらよかったんだよ。どっちの肩も持たないけど悪い方は裁かないダメでしょ揉めてんだから。いや肉肉ね、さすがに偏りすぎ、状況が見えてなさすぎ。もう一丁神って言われてもしょうがないよね。なあ、やっぱり誤解が生じちゃうからね配信は。てつさんおはよう、バーガーありがとう。いや、鮫島さんが悪くないっていう証拠が出たのに鮫島に証拠出せってどういうことよ。要は鮫島さんは嘘の情報を吹き込まれてて、そっから火種になってて、アメリカ人が嘘でしたごめんなさいって認めてる上で鮫島証拠出せっつってんだよ。わけわかんないでしょ、うん、いや、わかんない。便所さんはまあいいんじゃん、ドンと構えてりゃいいんだよ。いや、俺はパッとわかるよ、把握できるのは把握できる。だから仲裁役に入ろうとしたんだけど、まあ結構アメリカ人が気が強いからさ。だからサメに乗っかったって言ってたけど、鮫島さんが発端でっていう情報を吹き込んでたのがアメリカ人で、そのアメリカ人の情報元が嘘だったっていうことよ。ってことはアメリカ人が悪いよねっていうことで、もうここは済んでる話だよ。肉肉、この件については諸悪の根源はアメリカ人の。で、鮫島さんはそれを証明し終わったの、証拠を出したの、本人が認めたから。なんでわかんないんだよ。だから肉肉が頭悪すぎんだって、みんなわかってるの、他の人はみんなわかってるの。なぜか肉肉だけが把握できてないのは俺らは知らないよ。どう考えても鮫島さん悪くないんだよ、その件については。そうねえ、キサラさん合ってるよね、俺が言ってんの。キサラさん合ってる、肉肉が間違ってんだよね。キサラさん合ってるよね、俺の見解。アスペかよ肉肉おはようねリウムちゃん、楽しんでて。そう、アメリカ人が嘘をついた、まずことの発端ね。で、鮫島さんにそれを配信外で伝えた。で、鮫島さんがお前嘘つくなってなって、アメリカ人が認めた、そういう流れね。合ってるよね。そこを鮫島さんに証拠出せが意味が分かんないよね。そう、要は俺のせいにしてるじゃねえかっていうのが気に食わないって話が事の発端だったはず。お前 DM の件俺のせいにしてるけど、お前が言い出しっぺだろって言ってることが事の発端。いやいやいや、みんな分かってるって、肉肉だけ分かってないんだって。ディオブランドさん合ってるよね。なんで今度俺が間違ってることになるの。いや、みんな分かってるんだよ、お前だけだよ分かってないっつうの。
すげえな配信って。もうこんだけ言われても分かんない。いや配信らしいよね。信者だよ信者。ここまで行くと、俺別にアメリカ人のことを蹴落とそうとかそういう考えないよ。いややばいっつうか、これぞ配信だよ、これぞ配信。最初から見てなくても、それは途中から聞いても話が分かってるんだから合ってるんだよ。だからない情報を黙って聞いてたろ、こうやってずっと。だから俺は把握できてんの。途中から入っても把握できてたの。最初から聞いてて把握できてないの。フォローありがとう。フォローありがとうね。なんであの状況話聞いてわけが分かんない、なんそういう解釈ができるのはすげえな。俺にはよく分かんない。時系列が苦手なんだろうね。興味なかったら突っ込んでくんじゃねえよ。いやアメリカ人は今原田さんのことコメント書いてるから違うね。肉肉は昔からこうだよ。いや肉肉は昔からこうだから。何も言うことないよね。で論点はさらにそれを飛躍して、お前嘘だって認めて、さらにこう言ってるじゃねえかって、捨て頃潰してって言ってるじゃねえかよっていう第二の矢でもうサジ投げたってことね。知らねえっすわ、もう関係ねえっすわ、言ってねえっすよっつって揉めたってことね。まあここまで来たんだから、お前ふざけんなよって、俺は聞いてんだよって、オカリナさんも聞いてんだよって、二人でアドバイスしてるから、お前これ認めねえっておかしくなるぞって、要は俺のことを裏切るのかっていうのが論点。要は一個の嘘がめくれて、それでバーって盛り上がったのに、さらに言ってるじゃねえかよっていうので揉めたってことね。で、もうそこは認めればっていう。そう。もう、それは信用できないでしょっていうところで、要はアメリカ人がサジ投げたところで終わった。うん。野田てるさんはコツ。要は5分で終わる話なんだよ。だからまとめに入ったわけじゃん。要は、もうアメリカ人は鮫島さんと敵対したり、もうコラボできなくなったり、仲良く何も話せなくなるけど、これでいいのって俺は聞いたの。アメリカ人は突っ張るのねって、鮫島さんは折れないよって、本人は聞いたって言ってる証拠もあるって言ってるから、だから揉めてもいいのねっていう確認をしたの。だから後ろめたさがあるからでしょ、うん、要はプライドがあるからでしょ。だから鮫島さんは性格的に確実にオカリナさんの証言取るもん、うん、そういうこと。サジ投げた動機を詰めてたってことね。で、なんでこんだけ周りの配信者が切れたかっていうことよ。要は、その、前科があるでしょっていう話よ。要は、しかも、自己擁護で俺そんなこと言ってないのに、俺のこと悪くするんすねって開き直ったわけじゃん。要は、それがお前らのやり方だろって逆ギレしたわけよ。そもそも事の発端 DM 嘘ついたのはアメリカ人なのに、そういう切れ方したから鮫島さんはブチ切れたってこと。証拠になるよ。証言は。日本の法律で証言は有力な証拠になりますよ。おかりさんの証言何の証拠にもならないっていう。なるでしょ。本人が聞いてた本人がいるんだから。まあでも、その、まあ、意見が対立した時、鮫島さんの側の人間の証拠っていうのは有効じゃないけどね、本当は。でも、そういうのはめくれてくると思うよ。親しい人からの DM とか、出てくると思うよ。DM、LINE。後からめくれちゃうから、だから認めるところは認めた方がいいんじゃないっていうのは俺のアドバイス。
紙の見物っていうよりも俺はその鮫島さんとアメリカ人が仲良くなってたのが好きだったから何度か関係を取り持ちたかったけどね、要はね昔から仕切りたがりではあるんだよ、仕切りたがりではあんの。オカリナさん結構配信修正だからね、鮫島さん間違ってる時間違ってるってはっきり言うタイプだからね。そうそう、信頼関係の話よ信頼関係、いやあのね、火のないところに煙は立たないから。はいはい、おやすみーやのラッキー、あ、肉まんありがとう、アイテムありがとうございます。勝手にさせとけばいいじゃんって言うけど、俺は鮫島さんがどれだけアメリカ人のこと可愛がってたかも見てたし、アメリカ人も可愛いし、やだよやっぱり。ここで口挟まなかったら配信なんてやめた方がいいんだよ。ここで首突っ込まねえんだったら配信やめた方がいいわ、だって先輩、だって先輩がさ、そのなんつうの、しかも捨て頃でセコンドやってもらう先輩がさ、要はちげえって怒鳴ってるわけよ。だから鮫島さんがさ、カズ軍曹と揉めた時もさ、勝手に行ったし勝手に首突っ込んだしさ、鮫島さん殴られたらどうしようっつって、それが後輩ってやつなんじゃないの。恩を売るとかじゃなくて慕うってそういうことなんじゃないの。わかんねえけど、うざってえかもしんねえけど、先輩がなんかやってる時にそのなんだろう、別に肩持つわけじゃないけど、なんかあった時に動けるようにするのが俺は後輩だと思うけどね。わかんねえけど、ちげえかな、どうだろう、俺はそういうもんだと思うけど、先輩と後輩っていうのは。でも別に鮫島さんが間違ってる時とか考え方合わない時俺も言うけどね。まあ残念だよな、鮫島に都合のいい時だけすり寄ってくるなって。アスペルガーさんさ、俺のこと全然知らないでしょ。俺が鮫島さんと何回口論してるか知らないんだよ俺あれだよ、都合のいい時だけすり寄ってこないよ俺。それをやったのはむしろアメリカ人でしょ。俺全然バトってるよ。あ、アメ人のこと、あーはいはいはい。俺は鮫島さんに何回やられてきたかみんな知ってるもんな、川行こうぜっつって何回バトってきた、ガチ口論何回やってるか、俺だから鮫島さん明らかにおかしい時言うもん、知ってるよねみんなね。まあまあまあ、絶対やけどすんなとは思ったけど、いいんだよ。そうそうそう、ロハコ事件が始まりよ。そうそう、懐かしいね、拉致られたかんね、横浜まで、まあまあ火のないとこに煙立つのうまいんだけど、まあそこが厄介なんだけどねうまいんだよね。あ、ニコ生の時見てたから知ってるか、あれ大変だったね、ねえ、いろんなところで揉めてっかんね。いや、それはだから、詰めなかったっていうのは、要はアメリカ人のこと好きだからだよ。ライターぶっ壊すっていうのがどういうことかよ。はいはい、カズいらっしゃい。鮫島さんに何回ぶち切れてきたかね。鮫島さん丸くなりすぎでしょ。そうそう、ここは僕んちだぞの前の日。前の日に俺は拉致られてんの、鮫島さんに。そう、ここは僕んちだぞの前の日に鮫島さんに拉致をされてんの。で、その土下座して初対面で、もうロハコさん疲れてるんで勘弁してください、僕何でもやるんでっつったら、何でもやるっつったなっつったよ、真冬だったのに、今から川に飛び込めっつって、でみんなが死ぬぞ死ぬぞっつってで口論になって車の中でうるせえよ川行こうぜっつって、で大喧嘩。まあそうだよ、鮫島さんが一番悲しい思いしてるよ。めちゃめちゃ可愛がってたから、なんならアメジンアメジンアメジンっつってすっげえ可愛がってたから、そう
ちょっとかわいそうだよな。あの鮫島さん結構ショック受けるタイプだよ。最近じゃあサメちゃんとワドさんのじゃれ合いに見えてくる。まあ付き合ってたらいつかまたやるんでしょ。もう目に見えるもん。あの人を付き合ってたら揉める時揉めるから。それも含めて付き合いだっていうの分かってるから。別に派閥とかないよ、ファミリーとかないよ。俺はどこにも属さないけど、やっぱサメ島さんに対するリスペクトはあるから。うん、懐かしいね。ちょっとトイレ行ってくるわ。アイテムくれ、アイテムちょうだい。ありがとう、アイテムありがとう、みんなありがとうございます。いや関わりたいと思わないっつうか、俺だって思わないよ。俺お前サイコパスかよって叫んでた時びっくりした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。